はい、こんばんは。新州読書会の宮沢です。あれ、 YouTube の方が放送されてないですね。ちょっとお待ちください。あ、毒リンゴさん、こんばんは。今日はですね、以前にご紹介したチャルマーズ・ジョンソンっていう日本人学者の方の、アメリカ帝国への報復っていう本の続きの解説をしていきたいかなと思います。よろしくお願いします。今日は2018年の、2月19日です。まだまだ寒いですね。結構ね、皆さんもお体お気をつけください。あ、さくらさん、こんばんは。浦沢さん、デュシャンさん、ポポさん、ACV22 さん、こんばんは。では、あ、質問もいただいてんで、ちょっと、質問もちょっとご紹介したいかなと思います。まあ、ちょっと質問ご紹介してから、本の紹介に入っていきたいかなと思います。時々果てしない喪失感に襲われます。大人になってもずっとこれでしょうか。宮沢さんはどうですか、ということです。私は喪失感に襲われたことがないんで、喪失感というのはちょっとわからないんですけども、まあ具体的にもう一回質問してくれればありがたいですけども、喪失感、寂しいってことですかね。ノイドに落ちた、ノルウェーの森のノイドに落ちたっていう状態なんですかね。まあそれは多分大きな原因がご本人にあるとは思いますけども、まあ私はまあ人とつながってないってことが喪失感になってるのかなとは思いましたけども、まあ実際これだけだと私は喪失感を感じたことがないので、大人になってもずっとこれでしょうかと言われてもわからないですね。まあ喪失感というのは一つのブラックボックスになってる可能性がありますよね。ですからもしかしたら病院に行った方がいいかもしれないですね。自分で見たくないものが自分の中にあるのかもしれないですね。それが喪失感になってる可能性があるんで、それが何なのか自分じゃ分かんないかもしれませんよ。だからまあ心療内科とかね、受診されてみたらいかがですかね。まあセカンドオピニオンっていうのもありますから、一つのとこだけで済ますんじゃなくて、いくつかのとこ行ってみてっていうのはありますけど、まあ一番はね、家族との関係の中に何かね、共依存的なものがあるとかね、無気力感とか喪失感に襲われるっていうのはやっぱなんか共依存がある、まあマゾヒズムですからね。社会と関係を結べないっていう、なんかぽっかり穴が開いてるわけですよね。でやる気も出ないとか、無気力になるとかいうことですよね。だからまあそれはぜひ第三者を交えて、いただきたいと思います。それしか解説はできませんけども、まあエーリヒ・フロムの愛するということって本がありますけども、まあ、私第4章は解説してるんですけど、まあ、YouTube にはアップしてありますけども、まあ、あれを読んだからってどうだって話でもないんですけども、まあ、喪失感、エーリヒ・フロムは結構その喪失感とか、まあ、愛するってことの裏側にある、まあ、愛が失われてる状態だったんですね、今のこの資本主義社会っていうのはね。どうしてもこの信頼関係とか、まあ自分を信じる、人を信じるってことは非常に難しくなってる時代だっていうことは、言ってますけども、まあなぜそうなのかっていうのも、まあ、詳しく解説してるんで、まあ私の音声の方聞いてもらってもいいですし、まあそんな感じですかね。そうとしか言わない。それでも襲われるようだったら、やっぱり喪失感に襲われるようだったら病院で受診されてくださいということです。あ、寺澤さん、久々に宮沢さんの音声ゆっくり聞ける、 ありがとうございます。あ、桃太郎さんも、おはようございます。おはようございます。夜ですよ。こんにちは。あ、宇多田さんもありがとうございます。コイン。
あと、大学の人文系は不要だとおっしゃいますが、ならば人文系の哲学科も不要なのでしょうかっていうのを言っていただきました。まあ、大学院から必要、まあ、大学院からあってもいいと思うんですよ、人文系。だから学部で人文系が必要なのかって問題ですよね。まあ、学部で卒業するのに文学学ぶっていうのはやっぱり役に立たないっていうか、それだったらね、商学部とか法学部とかね、行った方が、まあ、社会に出ていく上では役に立つんですよ。今の大学ってほとんど就職予備校みたいになってると思うんですよ。で、人文系を学びたいっていう人は、別に大学院から学べばいいと思うんですよね。どっちかというと、やっぱり今、学力がすごい落ちてるんで、まあ、どこの部分から落ちてるかちょっとわかんないんですけども、なんだろう、一般教養みたいな授業って やりますよね。広く浅くね、大学1年、1、2年か。私が行ったところだと1年、1、2年はほら、一般教養の授業を受けて、だから文学部に行ったのに生物とか受けるわけですよ。なんかね、選択して。で、それから、まあ、専門に3年から、まあ、2年からか、入っていくみたいなね、感じでしたけども、まあ4年のうち1年はまあ一般教養、まあ、リベラルアーツってやつですかね、まあちょっとやって、あと3年って言ったって実質2年ですよ。就職活動で4年なんてやんないですから。で、卒論2年ぐらいなんか勉強して何なんだって話ですよね。それも文学とかね、それだったらなんかね、簿記とか法律とか勉強した方がいいんじゃないですかねとは思いますけどね。と思いますっていうか、でももう、そう、国立大学は人文系減らしていくって話になってますよね。今までみたいになんとか外国文学部みたいなのは だんだんなくなってますよ。私の出たとこだってなんかもう なくなってんですか、確か。なんか別の形になって、よく知らないんですけども、別の形に変わっちゃったんで、私がいた時と全然違いますから、確か。だからまあだんだんそうなっていくんじゃないですか。だから 大学院から歴史学を本格的にやるとか、じゃないですか。文学、外国文学やるんだったら大学院から本格的にやるっていうことになると、で、学部は基本的にはまあ社会一般に関わるようなことをやるんじゃないですかね。だからリベラルアーツっていうか、一般教養だとするんだったら文系理系なんかなくしちゃえばいいと思いますけどね、なるべくね。大学行ってもまあ4年間一生懸命なんか広い一般教養を学んでからですよ。本当に勉強した人だけは大学院ってあれはいい話だって。で、社会出てからね、大学院に行ける余裕が出たら大学院に行けばいいっていうふうに変わってくんじゃないですかね。で、人文系の哲学科も不要なのでしょうかってことですね。まあ、私哲学科自体が、哲学科っていうのはどういう位置づけなんだか私分かんないんですけども、人文と哲学が一緒なのかっていう問題ねあるらしいんですけども、人文系の哲学ってのは功利主義とか経験論だけだってね、あの評論家の副島貴彦さんが書いてます。なんか決然たる政治哲学への道っていうので解説してましたけどね。まあ、もともとでもヨーロッパの大学って進学校からできてるんですね。今度は車輪の下やりますけども、進学があって他に、まあニュートンとかも進学者じゃないですか。自然科学もやってますけど、まあライプニッツとかもそうですよね。哲学とか進学とか自然科学ってまあ昔は一体としてやってたんですね。で、進学校がなんかユニバーシティっていうか総合大学的になってって、だから哲学とか進学とかってあんまり切り離せないんですけど、日本だと人文系の哲学科ってなんですね。その代わり進学科がないわけじゃないですか。東京大学進学部とかね、進学部なんてあの同志社とかね、国学院のが浸透科とかそういうのはあるだけの話で、日本の総合大学っていうのは大体進学部のない総合大学っていうのも、まあ、ヨーロッパの制度を取り入れて大学作ったんでしょうけども、まあそれもその代わり法学部があるとかね、なんか多分
その欧米の大学の形となんか違うっていうのはね、聞きますけどね。だから人文系の哲学科っていうのが大体、なんかよくわかんないものらしいですけども。っていう話ですよ。なんかでも欧米並みにしていくっていうのをやろうとしてるんですかね。あ、猫屋敷さん、お茶ありがとうございます。そういうことだと思いますけども。国文学科も面白かったですが、実社会を生きるには優先されない学問でしょう。そうですね。それを専門に、まあやるのはいいのかもしれないですけど、まあ今もう文科省とか考えてるのはもうちょっと学生に勉強させようとしてんじゃないですかね。そのリベラルアーツ的な一般教養のやつね。そっから学力不足のまま大学に入ってる人が多いんじゃないですかね。もう一個ね、質問いただいたんですよ。ちょっとまだ答えてないやつなんですけども。数学ができると文学を分析する時にも役に立ちますかっていうことですね。だからもう最初から受験で数学を捨ててるケースがあるとすると、数学やらないまま高校ほとんどやんないで、ギリギリ赤点にならないぐらいで卒業してるケースがあるとすると、数学にもうその後携わることはないと。で、結局今 AI だって統計学でやってるわけですよね。何かしらそのプログラミングっていうのは数学が基礎になってるっていうんで、国際的な人材っていうのを日本の教育システムが育てんだったら、文系理系、まあ国立大学はね、数学センター試験でやらせますけども、まあ私立はね、数学科なんか歴史科とか選択になってましたって。今もなってんのか分かんないですよ。私の時はそうだったんで。でも数学をある程度やらせないと、やっぱ日本ってその数学の学力で高度経済成長を支えてきたような気がするんですけどね。それがなくなっちゃうとまずいと思いますよ。文学だけやってる人って、ただ感情的な問題だけ取り扱って書いてますからね。で、文章を作れないっていうのはありますけどね。だって論理的に筋道立てて考えるっていう訓練は文学は別にやらないですから。ただ数学はそればっかりやるわけですね。論理的に筋道立てて考えることね。ずっと計算問題やらせるわけですよ。で、そういうのやってる人から見ると、まあ文学部、数学やらないで文学部に行った人が論理的な文章を書いてるとは思えないってことになっちゃいますよね。それは思いました。私数学やって大学ありましたけど、数学ないとこだったんで、みんな数学やってない人ばっかりですよね、周りね。やっぱりその人たちが書く文章っていうのは、文章が書けないんですよ。文章を書くとかいう段階以前に、論理的に考えるっていう訓練を数学でやってないんですから、高校時代ですよ。そうなっちゃうと、まあ、もうだから、変な感想文みたいなのしか書けないってことですよ。で、変な感想文みたいなのしか書けないってどういうことかって言って、まあ、哲学書は読めないですよね、少なくともね。人文系の哲学科で数学ができないやつが入ってくるんですよ。で、なんで論理立てて筋道考えられるんだっていう すごい矛盾が出てくるんじゃないですか。ね、まあ国立ならまだいいですよ、センター試験でやってるからね。で、私立の人文系ってなっちゃうと、数学やってないから、論文もなんか感想文みたいになっちゃうと。で、結局そういう論文みたいなのを記号に書いて内輪だけでやってるっていう状態が、まあ私立の文学部は怒ってますよね。で、誰にも読まれないなんか記号を作って、ね、そこになんか大学の予算入れてなんか作ってるんですよね。それはもう全然コミケの同人誌とどう違うんだって話ですよ。って思ってましたよ、僕は大学の時 ひそかにね。で、なんか語学的な、文献学的なことやるんですよ。だから外国文学だと、なんか昔の古代のロシア語がどうだとかやってんですけど、そんなもんやって、何なんだって話ですね。それはまあ、一生ね、趣味っていうか、学者でやってくるならそれでもいいかもしれないですけども。学部生でね、卒論も書くような、その論理の組み立てもできないっていうことになって、なんか感想文、だって私の時だって、ウォッカの作り方とかですよ、そういうので、なんか卒論書く人がいたりして、
そんな面白い先輩がいましたとか言って、あ、超面白いみたいな感じでしたけども、こんなウォッカの作り方です、ロシア文学科で卒業論文なんか書くやつなんて大学なんか入ってくんなって話です。そんなどっかのなんか辻調理師専門学校とかそういうところに行って行けって話です。なんかロシア料理は学びたいんなら他のところ行けって話だと思いますけども、なんかでもまあなんかそういうのはデカダンスって良き良きみたいな話だったんで、なんだそれって話ですけどね。だからまあなんかそれでも就職があった頃はいいですけどね、もうないんですからそんなことやってりゃね、やっぱりある程度数学やらせないとまずいんじゃないですかねとは思いますけどね。まあ、文学を分析するのに役に立たないですけど、文学なんか分析しなくてもいいと思うんですけども、論理的に考えるっていうのは数学が一番それが凝縮してる学問なんですからね。論理的に考える能力っていうのはあれじゃないですか、数学やった方がいい。数学っていうかそんな難しいなんかね、微分積分なんかやらなくてもいいんですよ。なんか四則四則演算ですよ。足し算引き算割り算掛け算ぐらいがちゃんとできるぐらいが、それすら怪しい。小学3年生の数学のドリルだって怪しいんだと思いますよ、今大学生って。おそらくやらせてみるとかなり、もう分数の掛け算割り算どころじゃないですよ。普通のお金の計算もできないんですよそのまま大学出ちゃうとなんかね、仮想通貨 いっぱいね、よく分かんなくて買ってみたりね、なんかそういうとこからじゃないですかね。足し算引き算ができないからよく分かんない投資話に、まあ私は仮想通貨が悪いとは思わないんですけども、いいとは思いますよ。これからどんどん使われていくんだと思うんですけども、今まあ、ね、値段下がってますけどね。まあ、少なくともなんかその足し算引き算とかね、だいたい奨学金で破産するって足し算引き算ができないんじゃないですか。だってこのどのぐらいローン借りればどのぐらい払えるか払えないかとかだって分かんないってことですよね。それもうフィナンシャルリテラシーとかいう問題じゃないですよ。足し算引き算ができないから、なんか働いた方がいいのか大学行った方がいいのかよく考えずに、なんかお金借りて大学行っちゃったってケースですね。で払えなくなっちゃったみたいなね。でまあ成績悪くて借りてる場合は、あ、なんか私もネット調べたら成績が良ければ、成績いい場合の奨学金とそうでもない奨学金とは分かれてて、なんかまあ期間保証っていうのはあるわけですね。住宅ローンと一緒で信用保証協会みたいなところに、そっちで保証受ければまあ万歳すれば本人で終わりなんですけども、連帯保証人を立てなきゃ借りられない奨学金っていうのは本人が成績悪いケースだってなんか書いてありましたよ。でもそれで借りてね、なんかでも大学行って勉強もしなくて、なんかすげえ見積もり甘いまま就職もせずね、なんか結局万歳しちゃいましたっていうと、まあそれは足し算引き算の問題じゃないかなと思いますけどね。浅見さん拍手ありがとうございます。それはさすがにないわ、それはさすがにないわ。足し算引き算できない人いると思いますよ。だって文字読めない人は2割いるんですよ、中学卒業するときに。おそらくその難読症っていうか、よく文章が読めないっていう人は、でそれ用の教育を受けさせてあげなきゃいけないですよね。じゃないと本当朗読者の判断と一緒ですよ。よく分かんなくて文字が読めないって気づかれるとまずいから転職していくっていう人生の繰り返しになっちゃいますよね。お茶爆中ありがとうございますと思いますけども、ジャパンメーマーケッターさんこんばんは。数学は一回つまずくと先に進めないですもんね。お金の教育をしないのは日本。そうですね、まあ、数学ってほどのもんじゃなくてもいいと思うんですよ。ほんと中学レベルの算数っていうか数学っていうか、なんかやっぱりね、足し算引き算ですよ、基本的なとこ。これをちゃんとできてるかを確認しなきゃいけない気はしますけどね。そこですね。まあお金の教育をしないのは日本、まあしないですけどね。まあお金より大事な価値があるっていうのは日本社会で、
それは別に悪くないと思うんですよ、私は。そんなお金が一番大事だみたいな、今日話しますけど、アメリカの経済学みたいな、お金、富の独占と個人主義が一番大事だなんていうのは、実は日本社会に合わないんですよ。それをやるからみんなおかしくなっちゃうわけで、お金の教育なんか別にね、する必要ないし、まあ、この前面白かったのは、イギリスの王室に入る人には、あれですって、モノポリやっちゃいけないんですって。なんだよ、たけしさんが言ってましたよ。情報セブンデイズとかニュース何でしたっけ、土曜日やってる10時からの。イギリス王室では、王室に嫁ぐ人はモノポリをしちゃいけないんですって。モノポリってだからあれですよね、なんか資産を増やしてね、なんか4つ家を買うとホテルになるとか、ああいうゲームですよね。ああいうのはやんないんですって。だからなんかあんまり王族に入るような人が資産運用するみたいなことをゲームで楽しむみたいなのは、 そういうことやってると革命が起こっちゃうからじゃないですかね。 やらないようになってるんですかね。気合を入れて日本株デイトレードしたら嫌でも瞬時に計算します。そうですね。まあみんなが盛り上がってやってるとね、だから FX でそのレバレッジが何なのかよくわかんないままレバレッジかけてる人とかね。 なんかだから信用取引ある人で四則演算が怪しい人はもうね、自分であの電車に飛び込む用意してるようなもんじゃないですか。 なんかね、でよくわかんなくて結局電車に飛び込むじゃないですかね。飛び込んでる人には申し訳ないですけど、最後まで人に迷惑かけるっていうのはただ、たしなみ算ができないからだっていうことになっちゃいますよ。教育の失敗だってことになりますよ、そんなんね。どう考えたって。思いますけどね。まあ、そんな話でした。俺も奨学金借りてる。まあ、借りるのはいいと思うんですよ。だけど、その将来月々どのぐらい返してどのぐらい収入あるかとか、やっぱ自分で計算しないとまずいと思うんですよ。まあ奨学金どころじゃないですよ。そのあれですよ、奨学金もありますけど、ほら車のローン組んじゃうやつとかいるわけですよ、大して収入ないのに。でさらに借り返して乗り換えてるやつとか私見たことあるんで、新車買ってまだね3年ぐらいしか払ってないのに、残債残ってんのに、その残債も合わせてまたローン組むわけですね。だからまあ300万で車買ったと、150万ぐらいまだ残ってると。でローンの組み替えやるわけですよ。で次の車300万で買うと、450万にローン膨らませて、組み替えるとか、若い人でもやってんですよね。でも月々払うのは一緒だから、いいんじゃね、いいんじゃねみたいなこと言って、借りてて払えなくなってくるんですよ、そういうことやってるとね。で結構ね、今ほら銀行系のカードローンとか、まあ今規制かかってますけど、まあお金貸すとこはあるわけですよね。でちょっと困ると借りたりして、なんかやっぱりこの先々で利息ですよね、利息がどのぐらいかかるかとかも分かってないと。まあ奨学金っていうものをベースにして多重債務になっていくっていうケースがあるってことですね、気をつけないと。だけどほら日本の社会っていうのは、まあ今お金使え使えと、だから年寄りが使う分にはいいと思うんですけども、資産家はね、若い人お金持ってないのに使え使えっていう、なんかね、プレッシャーなんかかけてくると、なんか新車じゃなきゃね、なんかデートに行きたくないとかね、そういうこと言う女の人にモテたいとか思って車無理してね買うとかね、するわけじゃないですか。でそういうこと、まあそこまでバカじゃないのかもしれないですけど、そんな無理重ねたって、だって利息払うのだって結構な金額になるし、よくよく考えてみれば全然割に合わないっていう計算が頭にないから、みんなでなんかすぐ多重債務になるような方向で、若者を追い詰めていくみたいな話になっちゃいますね。で男の子だったらまあなんだかよくわかんないですけど、よっぽどひどいあれはよくわかんないですけど、女の子、若い子だとね、結局なんか手っ取り早くお水で働くないんですけどね、まあ、自分でなんか出会い系でね、お金稼ぐとかね、そういうことになっちゃいますよね。でそれ足し算引き算の問題として考えて生きなきゃいけないのに、なんかこう自分の尊厳をお金に変えていくっていうことが起こっちゃうわけですよね。
で昔そこまでひどかったかっていうと、我々の、私今、今年40ですけど、私の頃ちょうどコギャルっていうかね、ルーズソックス履いたコギャルが出てきた頃だったんで、援助交際って言葉が流行った頃なんで、まあ、あの頃からアメリカ型経済、だから前回も話したアメリカ型の経済学が入ってくると、理論経済学ですよね。市場のことしか見てなくて、なんか女子高生に市場価値があるみたいなことに、女子高生自身が、まあ、大人が作った市場にですよ。だから下着売ったりね、体売ったりするようになったわけですよ。人間自体が市場経済に巻き込まれてって、若い女の子はまああんまり体を売ることに抵抗がなくなってきたっていう風な風潮が、まあなんか作られてって、それがね、その携帯電話の普及とかね、今だとスマホの普及とか、そういう形でなってますよね。で、やっぱりそこに歯止め、結局なお金が欲しいんですよね。お金が欲しくて遊びたい金欲しさに、まあやってんでしょうけども、まあそれをやって、その人たちがだってもう40ぐらいになって、私の年の人たちがみんな援助交際して、今母親になってんだか何やってんだか知らないですけども、まあなんか知らばっくれてってこともないですけど、まあなんとなく普通に、私そんなことやってませんでしたみたいに暮らしてんだと思うんですよね。で、それでね、そういうことですよ。だから語るに落ちるっていうかね、まあ、男の人は男の人で、まあね、どういうことやってたんだ、女の人、そういう女の人を騙してお金奪うとかね、ことしてたのかもしれないし、と思います。文字を読めない人いるなんてカルチャーショックだな。いますよ。かなりいると思いますよ。出会い系は罪悪感が大きいからやめた方がいい。大きくない人もいるんですよ。そういう人も、おそらく自己需要感が低くて、罪悪感より寂しいって気持ちが、寂しいっていう気持ちがあるのかな。まあ、そういう人いるんじゃないですか。そういう人いるんじゃないですかって言って、なんて言って、彼女たちの割り切りって本がね、前一回だけ、メルマガで読み上げて紹介したことあるんですけど、荻上チキさんって人が書いてる本、最近文庫になってますけどね、あれを読むと、まあ、そう、出会い系にいる女の人にインタビューした本がありますけどね。ひらがなはさすがに読めるでしょう。まあ、ディスレキシアって調べて、YouTube の動画見てみれば分かりますよ。文字がね、目に入ってこないんですよ、頭に。外国人の方が多いらしいんですけど、読めるとかもね、何ですか、もう、文節の区切りとかが分かんないんですよ。それは、その処理能力の問題なんですよね。だから絵とか見りゃ分かるんですけども、字の羅列がひらがな漢字にかかわらず頭に入ってこないっていう人がいますよ。いるんですよ。そういう方はいるって、たくさん出てきますよ、動画。ディスレクシアで調べれば。まあ、さすがに今、教育現場もそういうことに気づいてきたらしいんで、なんか対策取ってるらしいですけども。あ、斉藤さん、こんばんは。数学ができず、将棋囲碁が強い人いるのかな。私は将棋三段で数字数式を見るだけでワクワクします。 だから理系だからそうなんでしょうね。そうじゃない人もまあいるんでしょうね。まあでもやればできるってもんでもないんで、でも足し算引き算割り算掛け算はある程度やればできると思うんですよ、おそらくね。で、その部分はもうちょっとやらした方がいいですよね。本当、学力の底が割れてるって、多分すごい基本的な部分ですよ。もっと。だと思います。そんな微分積分なんか出なくて、できなくていいと思うんですけども、できる必要ないと思うんですけども、結構大人の、計算とかやらせてみると、まあ九九が怪しいとかもあるかもしれないですよね、意外とね。九九覚えてないっていうことはね。桃太郎さん、一応これでも慶大生なんです。ああ、そうなんですか。数学やったんですかね。 数学やってる人とやってない人でまた違うかもしれないですからね。ということです。では、ちょっと前振り長くなっちゃったんで、読み上げていきますね。前回の続きから、チャルマーズ・ジョンソンの「アメリカ帝国への報復」って本です。
冷戦時代の目的に合わせて完全に数字化された科学的に見える資本主義経済のモデルを作り出すため、欧米の理論家はアイゼンハワー大統領時代末期のアメリカに存在した制度が現代の資本主義の制度であるとみなした。つまり預金とは、預金者から資本市場ニューヨーク証券取引所などを通して産業へと移動するものであり、銀行システムなどを通して移動するのではないと考えたってことです。これいいこと書いてありますね。アメリカの市場理論経済学者は何を考えたかっていうと、現代の資本主義っていうのは預金者の預金を、資本市場だから一般個人も株取引をやるようになったってことですね。でアメリカはずいぶん早い時期からそれをやり始めたわけですね。多分1960年代ぐらいからやり始めた、株を買い始めたで一般庶民も。ということは預金する代わりに自分で投資するようになったと。だから預金者から、まあ、貯金を、証券取引所に持っていくと、まあ、だから日本では野村証券とか大和証券とかにお金渡して銀行に貯金するどころか、証券会社を通して、株式を買って産業に投資すると、そういうことをやり始めたんですね。日本では最近ですよね。2000年代に入って、まあ個人投資家って、まあ個人投資家って昔はあれですよ、まあ、いたんでしょうけども、まあ、ほぼ機関投資家ですよね。保険会社とか銀行とかが市場にいたわけですよ。今個人投資家がいっぱいいるわけですよ。じゃ貯金する代わりに自分で投資してる人が多いわけですね。だから銀行システム、本当は、まあ、日本人だって今まで貯蓄奨励したわけですね。高度経済成長はなぜ貯蓄しろって言ったのかというと、貯金した部分を銀行でどっかで運用してたんですよ。それは冷戦まではそれでうまくいってたんですよ。で、まあ、利回りも良くて貯金しときゃ利息がついたと。でそれ以上に銀行とかは投資するとこあったわけですよ、たくさん投資先がね。だから冷戦が終わったら急に、まあ冷戦って冷戦が終わる以前にね、まあプラザ合意とか言っていきなり1ドル240円ぐらいになっちゃったわけですね。まあ、アメリカ経済の調子が悪くなってきて、まあ、日本の貯蓄はどん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 アメリカへの投資になっていくと。その話も後で出てきますけども、だからソニーとか松下とかがたくさんアメリカの土地買ったり企業買ったりしたのが80年代後半に起こったわけですね。で日本人の貯金っていうのはどんどんアメリカになぜか投資されていくっていうことがあったんですね。でそれはでも銀行を通してやったわけですね。個人投資家がどっか直接市場に、お金持っていくなんて、まあ、資産家であればやってたかもしれないですけど、基本的に日本人の庶民っていうのは、まあ、郵便貯金でも銀行でも貯金してるだけですよ。なんかその在宅するなんていうのは基本的に1980年の後半ぐらいに誰かやり始め、まあ、奨励されたもんであって、質素な生活してお金貯め込んでたわけですね。だけど、まあ、冷戦が終わってからですよ、アメリカ型の経済学しかなくなったんですから、これが新しいイデオロギーになると個人も投資をする時代だということですね。で個人投資家っていうことになったわけですね。で今は退職金も 401k だって言ってね、金融商品で自分の退職金勝手に運用してくれってことですね。退職金を前払いしていくわけですよ、会社がね。 401k っていうのは月々何万円かで、その何万円かでなんか投資商品買うわけですよ。株式でできた投資商品とか債券の投資商品とかで、それで運用して老後に換金してもらってくれっていう話になってるんですね。だけどリーマンショックの時にその 401k で大損ぶっこいた人がたくさんいるわけですね。株価が上がってるからって自分の退職金の積み立てで株買ってたら一夜にして半分になるとか、一夜にしては1年ぐらいでね、そういうことが起こっちゃったわけですね。で今もまああれですよ、銀行のNISAとかですよ、100万円までの口座の100万円分だったら非課税で投資信託商品が買える口座とかですよ。とにかく投資しろと、お金を直接株式市場に、個人のお金を直接株式市場に入れろと、
で貯金すんなと、もう貯金の定期預金でも普通預金でも利回りなんかもう雀の涙もないわけですよ今ね。であとインフレになるぞって煽って、なんかみんなが投資するように みんな投資強迫観念を植え付けられてるわけですよ。その最たるものが仮想通貨ですよね。1年で50倍になるとかね、そういう話になっちゃってるんじゃないですか。あら、投資なわけですよね。で、そうなったのはアメリカ型のその新古典経済理論というかね、そのまあ新古典派経済学とか理論経済学ってやつですね。そういうもののイデオロギーでそうなってると、我々はもう頭のイデオロギーにやられて市場万能主義っていうのをもう植え付けられてると、だから市場に投資家として個人も参加しなきゃいけないと、ずっとずっとこの20年くらい言われてきて、ガンガンテレビ CM とか打って、やってきたと。さらにペイオフって言ってね、1000万円以上はその銀行のね、預貯金もその保証しないとかなってきたわけですよ。恐ろしいですよね、よく考えると。これはイデオロギーだって言ってるんですね。だから、銀行システムを通じて預金が移動するんじゃなくて、個人がみんな資本市場にお金を、入れなきゃいけないっていうなったと。2、30代の投資家が増えているという記事を見ました。これをブラフとして読めないとやられますね。もうポジショントークですよ、ほとんどね。ポジショントークってのは基本金融用語なんですよね。だから投資やる人っていうのはそのポジショントークを読めなきゃ、まあ損しますよね。だからよく言いますよね、その、ポーカーやってて、ね、45分ポーカーやっててですよ。誰がカモか分かんないならお前がカモだっていうことはありますよね。私投資やってんですけどなかなか儲からないですね。かれこれ10年やってますけどとか言ってるとしたら、いやお前がカモだよっていう話に気づかなきゃいけないっていうことですよね。ということになると。なっちゃいますよ。でもそうやってやらざるを得ないところに今すごい我々追い込まれてるんですよ。そのなぜ追い込まれてるかって、それはアメリカが植え付けてきた経済学っていうイデオロギーで我々やられちゃってるようになってるからですね。それがもう制度としてどんどん入ってきたと。だって金融庁ってできたので1990年代後半ですよね。今まで金融庁なんてなかったんです。金融庁ってもの自体がアメリカの経済学のなんか申し子みたいな部局ですよね。経済学って数学が必要なんですね。経済数学の直感的方法という本をパラパラしてびっくりしました。今はなんかその数学が必要なんですよ。なんか らしいですよ。私もどういう数学でやってんだわかんないですけど。宮沢さんはもともと理系だから読めそうですね。読めないですよ。だってもう微分積分がよくわかんないですもん。もう今となっては。まあ、大体どんな、もんかっていうのは、まあ、なんとなくはわかりますけど、まあ、一緒にやってくれる方がいればね、やりますけど、まあ、でも今更経済学を数学で読むとか言って何の役に立つんだって、もっと人の心を信じる気持ちを大切にとか、そういうことを言いたいですよ、僕は。もう、そんな数学で解説したって何でもないですよ。宮沢さんは清書解説とか今後やる予定ありますか？ありがとうございます。一応ね、マタイの福音書は全部解説しようかなと今計画してるんですけども、私先日パゾリーニっていう監督の「奇跡の丘」っていう映画見たんですよ。で、昔見たことあったんですけど、まあ、BS でやってたんで、 BS でなんか半年に1回ぐらいやってるんですよ。前も録画してたんですけど、まあ、今回も録画して見たんですね。たらマタイ福音書がそのまま映画化されてたんですね。で、一通り読んでから見たら、これすごい面白い映画だなと思って、あれですよ、宮城嫁とか言ってね、エルサレムの神殿の中で両替する屋台とかひっくり返してましたよ。で、鳩とか飛んでましたよ。全部ね、再現してて、これすごいいい映画だなと思って、で、まあ、三条の水君とかね、その最後のなんかパンとかワインとか食ってるシーンもやってましたし、
なんかそのオリーブ山の話もやってましたし、で私ちょっとマタイ福音書をちゃんと解説しないもんですが、マルコ福音書の話ばっかりしてんで、マタイ福音書もやりたいと思いましたんで、まあ、近々やると思いますんで、お待ちください。株も医学も煽りと脅迫にあふれてる現代、不安を餌に踊らせてるようなもんですね。だからいかに人が不安とか恐怖に弱いかってことですね。霊感商法と変わんないですよね。なんか逆張りもあるんじゃないですか。人は癌にならないみたいなね。株もね、だから、まあ、株も大崩壊するってずっと言ってる人たちもいて、私もそれ一時真に受けてたんですけども、どうやらなんか大崩壊するのはだいぶ先の長い話だなと思ってね、もう一回リーマンショック級のが来るのはいつなのか全く分かんないですけども、来ないのかもしれないですけど、どうなんですかね。全然分かんないですけどね。まあ、とりあえずね、ジム・ロジャースがね、そのダウ平均株価が落ちるときは日本も落ちるって言ってるんですけど、それだけはね当たってるんですけどね。ということですね。イエスが湖を歩くと面白いですね。あ、そうそう、でパゾリーニの奇跡の丘でもやってましたよ。その湖のとこ歩いていくんですよ、イエスがね。で弟子も私も歩きたいって言ってね湖に落ちてます、落ちてね、大丈夫かって言われてましたけど、そこは聖書にないシーンが映画化されて笑っちゃいましたけどね。あ、最近ね、あの YouTube でお見渡りのね、あの動画流したんですけど、あの諏訪湖が凍るんですね。凍るとひびが入ってね、バキバキバキって言って、なんか湖面に、凍った湖面にそのひびが入っていくと、そのシーンをねなんか撮った人がいて、だから神様が歩いたってことですね、お見当たりっていうんですね。でその映像を見てすごいなと思いましたね。なんか宗教的な、私も諏訪大社4つ 5年前ぐらいに回ってきたんで、まあ御柱祭りとかいろいろあるんですけどね、なんか宗教的なとこなんですよ、すごいね。でお見当たりもあって、諏訪大社もあって、すげえとこだなと思いますけどね。なこと思いました。遠藤周作の沈黙、少し前に話題になってたけど、遠藤周作って確かカトリックだったのか。カトリックですよ、カトリック作家ですね。カトリック作家ってのは結構いますからね。私がやったので、あれブライズヘッドのイーブリン・ウォーがカトリック作家ですね。まあもろカトリックのことばっか書いてますし、あとはまあ何でしたっけ、グレアム・グリーンですか。グレアム・グリーン、遠藤周作の沈黙をすごい評価してたグレアム・グリーンとか、アメリカにも結構カトリック作家いたような気がするんだな。まあまあ面白いですけどね、カトリック作家もね。GDP 上げてトリクルダウンあると思いますか。あのマルクスの著作に経済学批判という本があるんですね。で経済学を批判してる人なんですよ。まあ私も持ってて読んでないんですけど、まあ賃労働と資本だけ読んでみて分かったのは、マルクスは何を批判してるかというと、経済学全般を批判してるんですね。経済学って結局金持ちのポジショントークでしかないって言ってるんですね。だとしたらトリクルダウンっていうのはブルジュア経済学ですよ。金持ちだけが儲かんですよ。トリクルダウンなんて起こんないんですよ、やっぱり。上に溜まるだけですよ。雫なんか降りてもないんですよ。ということは、やっぱり結局資本が増殖していけば、ますます賃労働者はまあの手は細っていくと、で職を求めて掲げられる腕の数が増えていくと、で恐慌が起これば働けない人がどん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 生きたまま墓穴に引きずり込まれるって、賃労働と資本で書いてましたけども、それはなぜそういうことを書いたかっていうと、なんか既存の経済学がまるで資本が素晴らしいもののように言ってると、でまあだからアダム・スミス以来か、神の見えざる手が働いて市場っていうのは最適化してくれんだと言ってるけど、いやそうじゃないんだと。結局市場っていうものを解説してる経済学自体が、まあ、金持ちのためのまあ進学みたいなもんだって言ってるんですね、おそらくね。金持ちの自己正当化の学問であって、その極みが今のその理論経済学というか、アメリカ型の新古典派経済学だってことですよね。あの佐藤勝さんがなんか音声で言ってましたけど、どっかの、だからまあ昔も東大も経済学も2つ教えてたと、だからその何ですか、近代経済学とマルクス主義経済学両方教えてたと。で近代経済学っていうのはやっぱブルジュア経済学なんだと思いますよ。金持ちが市場がどうやって動くか数学で説明するようなもんだったんですけど、
マルクス主義経済学っていうのは少なくともおそらくブルジョアっていうもの自体を批判してるっていうか、経済学っていうののイデオロギー性を批判してますよね。経済学っていうもの自体がポジショントークなんですよ。やっぱね、一部の人に奉仕してる学問ですよ。それは聖書では見かけばかりの祈りをする大祭司令が偉いと思って威張ってるのは良くないってイエス・キリストは言ったわけじゃないですか。一部のユダヤ教徒たちがなんかお布施いっぱいもらってね、いや、威張ってるけど違うんだと、障害のある人とか女子供を救ってやれっていうのはキリスト教ですけども、ブルジョア経済学もそうですよ。一部ばかりの人の金持ちのための神学みたいなもんになってて、全然一般の賃労働者を助けてないっていうのが、マルクスが考えた経済学批判なんじゃないですかね。だから ほとんど宗教ですよ。で、その宗教にやられた人たちが、マルクス・レーニン主義を報じてですよ、ソ連とか中国とか作ったわけですよ。でもそっちの方が先に崩れてっちゃったんです なぜかね マルクスの見立てと違って、イギリスで革命が起こると思ったら、一番辺境の地でね、支持率20%ぐらいのとこでね、革命が起こっちゃって、なんかマルクスも思ってもなかったよくわかんないマルクス主義の国家ができちゃって、それが盛大に冷戦まで頑張ってたんですけど、なくなっちゃったわけですよね。中国もなんかもう共産主義でも何でもない、市場開放、市場政治的にはね、市場経済やってて、政治的には、経済的には市場経済やっててね、政治的には共産主義やってるんですね。どうやって辻褄合ってんのかっていうと、でもまだ一応ブルジョアを認めないってとこですよね。所有権を認めてないですから、ブルジョアってもんが出てきたらいつでも共産党が、私有財産召し上げるっていう脅しをかけてるだけの話で、そういう形で成り立ってる国家なんでしょうね。その体制がなんか ある程度の 落ち着きを見せて動いてるから発展してんでしょうけども、今から起こるのはどこの国ももしかしたら中国的になっていくとなってますよね。だって日本だって自公一強っていうのはもうほとんど中国共産党と変わんない形になってるじゃないですか。野党勢力なんかなきものになってって、経済は市場経済で、政治体制はなんか一党独裁みたいな それが一番落ち着くんだみたいなことに世界中これなっていっちゃいますよね、おそらくね。アメリカもそうなってってるし、ロシアもそうなってってるし、EU は EU で EU 一体としてそうなってるかもしれないし、なんかそういう世の中になってるんじゃないですか。トリクルダウンはやはり差別用語なんですね。差別用語って言って語弊がありますけども、トリクルダウンっていうのは金持ちが自己正当化のために持ち出してる議論であって、一般庶民がトリクルダウンが起こってほしいっていうのはおかしな話やって、それは一般庶民がトリクルダウンを応援してるっていう状態自体がシュールだと思いますけどね。そのぐらい経済学のイデオロギーに頭やられてるから言うんじゃないですかね。アベノミクスっていうのはでも基本的に持ってる人がもっと金持ちになったっていう 政策ですよね。一部の人はすげえ儲かってんですよ、おそらくね。資産バブルですから、自分の資産膨れ上がったわけですよね。量的緩和とかでね。だって資産価値は、だって東京に土地持ってるだけで、マンション持ってるだけで値段上がったりして、ね、売り抜けたりしてるし、株買ってりゃ、だってこの民主党政権とか2倍ぐらいになってるわけですからね。で、もともと株も持ってないし、不動産も持ってない人なんか何の恩恵もないわけですよ。で、実質賃金だって若干上がったかもしれないですけど、大して恩恵ないけど、もともと金持ちの人は、金持ちになってますよ。で、そのトリクルダウンが起こってるかっていうと、いや、どこで 起こってんだって話ですね。少なくとも私は感じない。私のところにトリクルはしてきてないんで、どっかではトリクルしてんのかもしれないですけど、雫垂れってことですね。雫が垂れてくる、シャンパンタワーみたいに下に流れてくるって言うんですよ。流れてきてなんかないんですよ、おそらくね。流れてきてないとはいえ、全般的に見れば良くなったってことですよね。ということですよ。だから全般的に良くなってるから成功してんだっていうことですよね。で、アベノミクスが成功してるっていうのは、結果だけ、数値だけ見れば成功してんだと思いますよ。だから実態は金持ちがもっと金持ちになって、普通の賃労働者は若干
良くなった、まあ失業者減って、まあ、なんとかひいひい言いながら食ってるぐらいじゃないですかね。それをもって結局格差社会が広がってるってそういうことですよね。ということじゃないですかね。どうですかね。経済学ってもの自体が金持ちのための自己正当化学問だってことですよ。でマルクス主義経済学ってもうどこにも、なんか国立大学でも一つぐらいのなんか四国にあるどっかでしか教えてないって、なんか私の読書会の人が言ってたんですけども、まあそんなもんですよ。だから別に労働者のための経済学なんて今ないんじゃないですかね。神を見失ってる現代人にとってみれば金こそ神のなる存在になるんでしょうか。まあ、背金主義ってそういうことですよね。まあ、フェティシズムって、フェティシズムのことをマルクスも言ってるらしいんですけども、お金が好きだって人はいるんですよね。おそらくね。お金を貯め込むことはね。使うことよりも。背金教の人はいるんじゃないですかね。投資を理解している人は1週間前に買い入れしてる人ですね。そうですよね。ある程度のリスク、負える人ですよね。早めにね。だから仮想通貨で儲かった人だって、仮想通貨が海のものとも山のものともつかない時に買った人たちですよね。でそういう人たちはだってもしその最初の投資金はアーリーアダプターってやつですよね。最初に買う人ですよ。なんかもう家電でもなんか一番高い時に買う人ですよね。出てきてもう 8K テレビとか最初に買う人ですよ。なんか正規の値段でプレミア価格で買っちゃう人ですよね。まあこういう人は儲かりますよ。でもその余裕資金があってやってんですから儲かるんですよね。で結局金持ちがより金持ちになってね、金を持たないものはわずかなものもね失うって、まあ、聖書にも書いてありますけどもそうなんですよ結局ね。ということですね。数学が得意でも社会構造を理解していないとトリクルダウンを期待してしまうのでしょうね。まあでもトリクルダウンなんか期待してないんじゃないですかね、多くの人はね。あ、そのことはちょっと続き読んでいけば分かりますけども、読んでいきますね。また労使紛争を解決するのは際限ないストライキであって労働者に職を保障することではないと考え、経済活動の目的は消費者短期的な利益を図ることであり、国家全体の富と力といった最も大切なものに奉仕することではないと考えたということです。アメリカの欧米の理論家が考えて日本に押し付けてきたっていうのは、さっき言った預金を直接市場に入れる投資するってことですね。貯金するんじゃなくて。で、労使紛争を解決するのは終身雇用年功序列を保障してやることじゃなくて、まあ、際限ないストライキだと。まあ日本の場合で言えばもう非正規雇用にして労働組合がないような状態にのと分裂させておくってことですね、賃労働者をね。ストライキもできないようにするわけですよ、今の社会っていうのは。で、まあ労働組合は労働組合で頑張ってんだと思うんですけども、だってほとんどの中小企業は労働組合なんかないわけですよね。組合活動なんか絶対させないって、お前組合活動したらすぐお前のことなんか潰してやるからなぐらいのなんか脅しを受けて中小企業で働いてるんですよ、ほとんどの賃労働者は。だからしょうがないからふてくされながらやってて、でも社長の方もですよ、多くの中小企業の社長もまさか従業員が本気で結束して歯向かってきたらこれ大変なことになるっていうのは分かってるんで、怒らせないように気遣いながら従業員と接してんですよ、腫れ物が触るように。そういう状態ですよ。まあ際限ないストライキなんて起こんないんですよ。だから何とかみんなで頑張っていこうって言ってね、社長もなんか私が昔勤めてた出版社なんか、なんか社長が年末になるとね、もう申し訳ないって、ありがとうって、なんかすげえ深々頭下げててましたけどなんかみんなしらーっとした雰囲気になるっていうね、まあ、その会社潰れちゃいましたけども、そういうことありましたよ。そういうのを見て、まあ、その会社は私半年ぐらいで辞めちゃいましたけども、2社目に地元に入ってきて帰ってきて就職したところでしたけども、まあ、そういうことがあるってことですね。で、だからアメリカ型だと、まあ、ストライキは今もやってんだ、まあ、やってんのかな、アメリカの人たちっていうのは。アメリカの労働状況、まあ、組合が強いですからね、アメリカはね、そうは言ってもね。
でもまあ非正規雇用だってことですね。労働市場を作ってどんどん転職できるようにしたのはアメリカなんですね。で、それはその流れがまあ日本にも労働市場がないって言って、まあ改正派遣法とかになってったわけですよね。改正派遣法なら労働市場ができるかっていうとそうでもないんですけども、まあ、新卒一括採用をやめなきゃ労働市場なんかね、できっこないんですけどね。なんで新卒一括採用あるかっていうと、だって観光庁だって新卒一括採用してんですから、で観光庁からやめろって話ですよ。でもそうなんないようになってんですから、なんないんですよ。で したからいいって話でもない。でも観光庁が新卒一括採用やらない限り労働市場なんて嘘っぱちなわけですよね。ただ非正規雇用の人をやり取りしてるだけの、なんか転職すれば給料下がっていくような労働市場って労働市場じゃないですからね。自分の実力に応じて職が見つけられるのは労働市場ですよ。今だと労働市場ってそうなってないですからね。転職するたびに年収下がっていくっていうだけの市場ですから、そういうことですよ。で、なんでそうなのかって言うと、新卒一括採用ってのやってるからですよ。今もやめりゃいいんですよ。でもやめらんないんですよ。やめると日本の社会秩序全部変えなきゃいけないから、そんなことできないんですよ、おそらく。コメントいただきました。僕が物理を習った予備校の先生がトレーダーをやっていたらしいのですが、自分が手を出すと大変なことになってしまいそうで怖いです。無知だからでもあるのでしょうか。投資判断はご自分でってことですけども、どうなんですかね。別にやってみりゃいいんですか。やって損すりゃいいんじゃないですか。いきなり儲かんだったら才能あるんでしょうけどね。やればいいんじゃないですか。私はやって損したからもうやんないですけど。国鉄のストライキを思い出しました。ロックアウトなどが懐かしいです。まあ基本的にはその国鉄とかですよ、 NTT とか、まあ電電公社ですよね。 NTT もね、元はね。あとゆうちょですよね。だからああいうのはもうなんていう反国営みたいな感じの企業をどんどん民営化していったわけですね。中曽根康弘の時代ぐらいからですよ。あれなんで民営化したかっていうと、だからその国家の公的な部門をどんどん民営化しろって圧力がアメリカからかかったわけですよね。なぜかというと、そこの市場にアメリカが参入するためですよね、おそらくね。だからまあアメリカのその資本主義経済、理論経済学っていうか、まあ古典新古典、まあ、自由主義市場経済っていうのをもっと日本が入れろって言って圧力がかかったわけですね。それでどんどん国鉄に、国鉄も解体されて民営化されたわけですね、全部ね。 JR 東海とか JR 東日本とか西日本とかね、九州とかで株式会社になったわけですね。でそれまではだって国鉄ってのはもう労働組合の牙城みたいなもんで、ストライキとかやってたわけですね。あれはまだ冷戦体制の中ではその労働組合がそれぞれのセクトに分かれて労働現場で戦ってたんでしょうけども、まあ、それが冷戦末期になって、そろそろソ連が崩壊するぞっていう時に、まあ、民営化されて、まあ、政治的に敗北してったわけですよね、多分ね、国鉄の労働組合とかね。で分社化されてっちゃったっていう経緯があるんじゃない、ある、ちょっと私その時代のことを詳しくは私説明できないんですけども、かなり中曽根さんの時代に、まあ、そうやって民営化だってやりだして、まあ、NTT が生まれるとか、まあ、だからなんだ、民族資本って、副島先生は民族資本って言ってましたけど、民族資本が解体されて切り売りされちゃったと、外資っていうか、まあ、市場に投げ込まれちゃったわけですね。で市場に投げ込まれるってことは株式上場してですよ、売り買いされるようになっちゃったわけですね。本当は国が持ってたわけですよね。だけどそれがだからアメリカ型の自由主義市場経済の中で解体されてったんですよ。だからそれが今の NTT とかゆうちょとか ああいう形になっちゃったのは、別にあんなもんあのままで あればよかったんですけども、まあ冷戦後だからアメリカから圧力がかかったわけですよ。今までみたいにその民族資本抱えてもらってると、アメリカからすると具合が悪いっていうか、
いうことなんじゃないですか、多分ね。新卒一括採用するのは入社する社員の年齢にばらつきが出ると、年上の部下に年下の上司が指導するということが起こって、それが面倒だからということなんでしょうか。それもありますよ。だから聞くと型に書いてあるオーブンの場っていうのがあるわけですね。オーブンの場、与えられた場があると、日本人ってずっとそれで、で国家っていうのは家制度単位にできてるんですよ、おそらくね。で尊敬語謙譲語ってあるわけじゃないですか、あの源氏物語とかね、学生時代古文でやると尊敬語謙譲語丁寧語ありますとか言ってやるわけじゃないですか。でもうオーブンの場があって、上から下まで序任異界っていうのは決まってるわけですよ、日本の社会っていうのは。上の方はね、でそうやってできてるから、それはなぜかっていうと基本で王政だからですよ。王政が残ってるから尊敬語謙譲語があるわけですよ。それはもう皇室朝廷を一番上として異界序列が決まってるわけですよ。でそれを官僚が、官僚制度とか公務員の組織っていうのはそのままそのまま使ってるのが伝統なわけですよね。で日本はそれでそういう社会秩序でできてるわけですよ。新卒一括採用っていうのはなかなか根深い問題なんですよ。勝手になくすことはできないですよ。新卒一括採用やめると尊敬語もやめましょうと、みんなフラットにタメ口で喋りましょうっていう社会にしなきゃいけないんですよ。そうすると本質的にはですよ、こんなこと言っていいのか、共和制にしなきゃそんなできるわけねえじゃねえかって話なんですね。立憲君主制なんだから、そんなもんできないっていうか、もう言葉の使い方が年功序列でやってた方がいいに決まってるんですよ。終身雇用は別としてもですよ、下が上を敬うってね、君主に忠、親に孝行って、もう日本のなんかその 古くからある道徳観かは分かんないですけども、オーブンの場を占めるってのは日本の社会秩序の基本だって、まあルース・ベネディクトは言ってるんですね。アメリカはそうじゃないんですよ、みんなフラットだから。年齢なんかあんまり関係ないし、まあ、ただその金持ちかそうじゃないかで分かれてるとこありますけども、あとはその門閥学閥とかはもちろんあるでしょうけども、だけど日本っていうのはなんかもう歴史が長いですから、もっと違ったなんか上下関係とか、そういう心地のいいなんかこう言葉遣いも上の人には丁寧にみたいな、そういうのが文化的にもあるんですよ、ね、で文化的なもんをどうすんだって話ですね。全部一度フラットにしたらもう戻らないわけですよね。だって本当にフラットにするんだったら、もう源氏物語を読ませないとかになってひっくりますよね。尊敬語謙譲語なんていうのは、それはもう封建主義の名残を学校で教えるべきじゃないって言ってやめさせなきゃいけないじゃないですか。でも日本の文化そのものがなくなっちゃいますよね。で中国はそういうことやったわけですよね、文化革命とか言ってね、毛沢東がね、貴重な文化財産根絶やしにするようなことやってるわけですよ。それは中国はそういうことできるかもしれないですけど、日本人はできないですよ、そんなことは。で、まあ、日本の保守派の人も言うでしょうけども、上場しないって実はとても大事なことなんですよね。まあ上場しないっていうのは、だってオーナーたちがみんな株を抱え込むってことですよ。上場すると資金がたくさん入りますよ、だって市場で株売るんですから。だからほらベンチャー企業立ち上げた社長がどこの場面で金持ちになるかっていうと、上場した時に自分の持ってた株にね値段がついて売買されるなら一気に、だから堀江貴文さんとかそうじゃないですか、ライブドアだかオンザイッチだか上場した時に億万長者になったわけですよ。で一緒に働いてた人も急に億万長者になるわけですよ、上場するとね。もし信州読書会株式会社がね上場すればね、なんかみんな株持ってりゃなんかみんなで送り人になるんですよ、ね、だから一緒になりましょうよとか言うと、これすげえやべえ詐欺になりますからとりあえず僕の口座に200万振り込んでくださいとか言い出したら、これやべえやつじゃないですか一口100万ですとか言って、最低2口から集めますけどとか言ってね、明日の5時までにみたいなね早いもん勝ちですみたいなねこと言うとやばいですけどね、もうアメリカは日本から奪うものがあるのか、あるいは方法があるのか、ずっと西洋和解もそろそろ、奪うものありますよ。だって個人の金融資産がまだ1600、1200兆ぐらいあるんですよ奪うものなんかたくさんじゃないですか。
300万以上の会社があって4000ぐらいしか上場企業がないってことはすごいブランド力ありそうですけどね、上場する。だからほら、なんかその退職金で喫茶店やりたいって人はやめろっていうネット記事が載ってたんですよ。それはそう思いますよ。それより潰れかかってる会社買った方がいいって言ってましたね。あ、潰れかかってるっていうか後継者がいなくて辞めたがってる会社があるから、まあ、起業したいんだったら会社ごと、まあ、買えばいいと、まあ、だから銀行で銀行に預金があってですよ、いや実は起業したいんですけども一からなんかやんの嫌なんで、なんか後継者がいなくて売りに出てる会社ありませんかって銀行の担当の人に入れば、まあ、紹介してくれるかもしれないですね。でも信用がないとそんなことできないですからね。で仮にその後継者がいない会社で従業員ごと買わなきゃいけないですよ。従業員の奥さんとか子供とか込みで買うってことですからね。これはすごいプレッシャーですよね。でもほら地場の企業っていうのはもうずっとそういう潰れそうな会社買えませんか買えませんかってみんなでやってるわけですよ。まあ、私の住んでる長野市にも3社ぐらいそういう会社があるから、まあ、手広くいろいろなことやってる会社ですよ。そういう会社が銀行からこういう事業買ってくれとか潰れそうなとこ買ってくれとか破綻したから買ってくれとか言って、まあ、結局意図せず M&A して大きくなっていく会社みたいなのが、まあ、全国各地にありますよ。一つの町に一つあるんですよ、そういう会社が。あ、もうなんかその土地の財閥みたいになっちゃってるところが。まあ収益力があるんならいいですけどね。まあそういうところの企業の社長が大体あの町役場の、まあ、町長になったり市役所いや市長になったりしてるっていうのは実態としてあるわけですよね、おそらくね。地場の産業の中でね、あとその地方公務員とかで暮らしてる人とか、まあ、それぞれなんかこうあるんじゃないですかね。まあ、地方なんてそんな職業ないんですから、そもそもね。あとでっかい工場があってそこの従業員だとかね、そういうリアルな実態があって、まあ、それをまとめてるのはやっぱ自民党なわけですよ今ね。そこの、まあ、公明党もそうですけど、自民党とか公明党とかっていうのはその各日本列島の津々浦々の市町村のまあ何ですか、経営者層に深く食い込んでるわけですよ。まあそういうふうに日本の政治ってできてんじゃないですかと思いますけどね。だからそんなそろそろ終わるって話じゃないですよ。まあ、自民党内の権力移動はあると思いますけど、自民党自体がなくなるってことはないでしょうね、とは思いますよ。まあだから自民党自体がまあそのね、今までチャルマーズ・ジョンソンの本説明してきたので分かるのは、まあ自民党自体がその反共政策の一端を担ってね、活動してきた部分もあると。その一方でこう日本の津々浦々の人を食わせてきたのも自民党だってことですよね、政治力でね。それはまあ汚職とか腐敗とかもあるんでしょうけども、やってきたんじゃないですかね。でその4000ぐらいの上場企業っていうのはまあある意味自民党とズブズブのところが大半なんじゃないですかってことですよ。でそういうとこはね、株価が下がったりしちゃまずいから一生懸命日銀でね買い上げたりなんかそういうことやって、アベノミクスってそういうことですね。ひいひい言ってる上場企業、なんとか上場企業を食わせていくために、まあ資産バブル起こして、金利すごい下げて、延命してんじゃないですか、おそらくね。名ブランドの商品が全て素晴らしいかどうかでしょうね。まあだからその企業の経営者も本当に実力ある経営者もいるでしょうけど、創業者でね、中森日本電産の中森さんみたいな人もいるかもしれないですけども、多くの場合は、まあ、政治的ななんかそういうなんだろうしがらみも抱えて、自分のところで抱えてる労働組合とか、まあ自分の従業員の生活を守るとか、その政治的な部分も踏まえて、まあ上場企業なんで1万人ぐらい従業員いる会社なんて、
単なる純粋な企業じゃないですよね。もう一つのなんか日本の国家の中にあるブチ国家みたいなものになってますよね。まあそれはどこの国もそうだと思いますけどもまあそういう中で作られてる商品が別に大して良くもないけど買ってんじゃないですかねっていうことですよね。そういうことですよ。まあ別にキリンのビールが好きじゃなくてもキリンのビールで乾杯せざるを得ない人たちはたくさんいるのかもしれないですよ。取引してるからね。そういう人たちもたくさんいてキリンって会社は成り立ってんじゃないですかね。キリンでもアサヒでもね、札幌でも。宮沢さんは日本の知識人の漢文の素養はいつ頃失われたと思いますか。これはだって明治時代に入ってからじゃないですかね。だから江戸時代はだって漢文を素読させてたんですよね。だからできたって言いますよね。大体長い家父ぐらいまでなんじゃないですかね。漢文とは、まあ長い家父とは石川純とかね、あれさ読めたんじゃないですかね。まあでもあの決定的にあれですよ、あの教養が失われたのは戦後じゃないですか。戦後民主主義教育っていうのはもうあれですよね、決定的に知識人を生み出しにくい教育なんじゃないですかね。多様性がないですもんね。戦前の本の方が面白いですからね。我々もだって読書会やってて気づくじゃないですか。昨日森外の寒山実徳説明しましたけど、面白いですよやっぱりねあのよく読むと字は難しいですけど、あのレベルの短編小説だって今書けないですよやっぱりね。それはやっぱり森外っていうのは教養があったわけですよ。で森外一人は教養があったわけじゃなくて、森外を生み出す教養がなんかずっとね、森外のどうやってツアーの丘なんかにあったんじゃないですかね。そういう蓄積されたものがね。だから封建主義がいいのは教養が一応蓄積されるってとこはありますよね。でデモクラシーになるとなんか一般的にレベルが下がるっていうのはこれはどこもそうかもしれないですね。それはいいんですが、上場しないのは重要だとどうして思われたのかと思ってお聞きしました。上場するとだって人の全く他人が株主に入ってきてしまうからじゃないですか。もし新州読書会って言って株100株持ってたとしますよね。で上場すると売らなきゃいけないわけじゃないですか。でまあ僕は金持ちになりたいって言って100株持ってたけど、まあ、仕方なくまあ議決権分、まあ、51株自分が一番大きな議決権を持つように51株残して49株買いますよね。でも49株売ったところで49株誰か知らない人が買ってね、なんかいろいろいちゃもん総会屋じゃないですけど株式ね、なんですか、株主総会とかでなんか言ってくるわけですよ。宮沢のコンテンツは聞きづらいと、なんかくちゃ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 リップ音が入って気持ち悪いんだとかね株主総会で吊るし上げられてどうにかしろと、なんか唇を矯正しろとくちゃくちゃ言わないようにとかね、鼻が詰まっててよく聞こえないから鼻の手術をしろとかねそういうこと言われるんですよ他の株主に。嫌じゃないですか、上場したくないんですよ、いろいろ言われたくないから。あの家族にだけ株渡してるんですよおそらくね。で家族に株渡したって揉めるんですよおそらくね、なんか知らないけどおそらく。だから信頼できる人にだけ渡して上場しないんでいるんじゃないですかね。だって朝日新聞とか上場しないですよね確かね。朝日新聞とか何でしたっけ、サントリーって上場してたんですっけ。上場してない大きな会社調べますか。非上場、非上場大企業ですぐ出てきますね。まあオーナーが握りしめてるな。まあサントリーとか。なぜ上場しないか、1、あこれ貼りますか。ありましたよ。自由な経営ができるから、1、2、買収されないから。買収されるんですよなんかね、ブルドックソースとか敵対的買収とかね。だいたいあれですよ、フジテレビのライブドア事件ってあったじゃないですか。日本放送がフジテレビの大株主だから日本放送の株買っちゃうと間接的にフジテレビ支配することになるわけですよ。
だからホリエモンがなんか、ホリエモンって言ったらあれか、堀江貴文さんがね、日本放送の株一生懸命買い集めたわけですよね。あ、3、財務状況を公開しなくて済むから、上場すると財務状況の報告を株主にして、利益にを還元しなきゃいけないと。配当を出さなきゃいけないんですね、上場すると。まあ、上場しなくても配当は出せんでしょうか。配当は出せますよね。まあ、配当は出せんのかな。あ、上場しなきゃ配当なんかないんか。調べれんか。サントリー、竹中工務店、YKK、佐川急便、ダイソー産業、ダイソーですね。あ、ダイソーも上場してないですね。100円ショップの。JTB、ロッテ、小学館、朝日新聞。日本郵政はもう今上場してるから。エースコック、ヤンマー、富士ゼロックス。富士ゼロックスって今なんかアメリカの、なんか買収しましたよね。でかい。事務用品店ね。日立系、ユニバース、カルピス、アサヒ、森ビル、日本 IBM ですって。結構たくさんありますね。わかりました。ああ、コントロールしきれない部分が出てくるので、上場するのはデメリットってことですか。そういうことですよ。上場すると、株主に決算報告しなきゃいけないんですよ。ただ、莫大なお金が集まりますよ。市場に株式公開すると、一晩で大金持ちになるでしょうね。ベンチャー企業とかやってんだったらね。ということですね。ご飯を食べて生きるって大変ですよね。大企業はバランスよく守らないと日本は持ちこたえませんもんね。まあだから一人一人の生活がかかってきますからね。みんな、企業か、株主は株だけ売買してますけど、企業にはびっしりね、そこの従業員の奥さんやら子供やら、もうくっついてますからね。なんか単に勝手にね、M&A、敵対的 M&A 仕掛けましたとか言ってね、ある日急に自分の勤めてる会社に別の人がね、社長でやってきてね、理不尽なこと言われたら困んじゃないですかっていうね。想像するととんでもねえ話ですよ。戦前生まれの知り合いとの会話は心に響きますね。全然、そっか、だから私、今週はあれですよ、一夫石黒の、私たちが孤児だった頃、読書会やりますけど、今日私、120ページまで読んだんですね。まあ、どういう話なのかっていうと、ちょっと私も話の全体が分かんないんですけど、まあ、主人公のなんて言うんだろう、クリストファー・バンクスっていう子は、まあ、孤児、10歳で孤児になっちゃったんですね。貿易会社勤めの父と、反アヘン運動に熱心だった美しい母が失踪しちゃったって話なんですね。で、その真相を探るって話なんですけども、だから戦前のお父さんお母さん、まあ特にお母さんはすごい品が良かったと。で、品が良かった、喋り方に品があるとか そういうことですよ。で、それは戦後なくなったんじゃないですかね、やっぱりね。日本だとね、そのなんかその江藤潤さんとか書いてるじゃないですか、その、なんで新大久保だか大久保の辺、みんな まあ昔はですよ、武家屋敷とかだったのとか、なんかもうラブホテル街とかになっちゃってるとか、なんかそういうのを見ると、なんか江藤潤さんとかそういうのを見て、もうがっくしって感じで、もうなんか生きる希望なくなったみたいな そんなの、なんか評論文みたいにいっぱい書いてるんじゃないですかね。私読んでないんですけど、まあ多分そういうことなんですね。まあ戦後の日本文学もなんかその、なんかね、なんかね、だんだんその 街全体がラブホテル街になって、全く自分の知ってるとこが変わっていくみたいな、なんか寂しさがあるみたいなことばっか書いてますよね。こんな保守派としてそういうのを見てきたから悲しいみたいな、そっから出てるんじゃないですかね。だからその、なんか ある種の文化の革新がどんどん没落していくと、そういうことですよね。あれもそうじゃないですか、岡本かの子の寿司っていう小説もね、港の家は没落してっちゃったけど、寿司だけはよく食って、寿司に思い出があるわけですよ。回転寿司でお寿司、最初から回転寿司でしかお寿司食ったことがない人とは違って、お母さんが握ってくれたお寿司があると。で、それだけは食べられたから、なんか寿司屋に通ってんだって、なんか粋なおじさんがいるわけじゃないですか。 そんな人ね、
今近くのね、なんかスシローとかね、くら寿司に港みたいな人が現れてですよ、なんか実はなんか旧家の生まれだけど没落しちゃってね、お母さんが握ってくれた寿司が忘れられなくてね、毎日くら寿司に通ってるんだとか、そんなことあるわけないんですよ。そんな小説書いてもめちゃめちゃ嘘くさいしってことですよね。羊羹の虎屋なんて上場してないんでしょうね、上場してないですよね。そう、頑張って会社を大きくしたのに株数の問題で簡単に他人の手に渡ってしまうんですよ。だからあれですよね、前その出光とどっかでなんか合併しようとしてましたよね、どっか石油会社同士でね。やっぱ創業者がこう合併話かなり進んだのをちゃぶ台返ししてやめてましたよね。なんかいろいろあるんですよ、創業者のその意思っていうのがありますからね。創業者の意思って怖いですよ、もうショーペンハウエルの意思みたいなもんで、自分たちが朝日新聞とかの創業者とかってなんか一応言論の自由守りたいっていう意思があるからあんな圧力かけられても頑張ってんじゃないですか。それはあれ上場してる企業だったら朝日新聞なんかもうすぐあれですよ翼賛的な記事しか書いてないですよ。非上場だからまだなんか言論の自由だとか言って頑張ってんじゃないですかね、多分ね。あと上場するための審査は厳しいと聞いたことあります。ああ厳しいらしいですね。ということですね。そんな話でした。ちょっと鼻をかましてもらいます。お聞き苦しくてすいませんでした。キアさんこんばんは。構造改革で時価会計導入で東証株の 70% が外資に掌握されてしまってます。時価会計を入れたんですよね、90年代の後半に。なんか国際会計基準とかへの確かね押し付けられたんですよ。でね、なんかもうずっとそんなことやられてるんですよ、その銀行の自己資本比率だとかね。だからしょっちゅうオリンピックでなんか日本人が優勝するとルールが変わっていくのと一緒で、なんか国際ルールがどんどん変わっていっちゃうんですよね。それは政治的な問題で変わっていくわけですよ。時価会計ってでも会計ビッグバンというのがあったんですね、昔ね。ちょっと それを説明すればいいのか。私も詳しく知らないんですけども、会計基準、ウィキペディアに言ってますけど、ウィキペディアの情報が正しいんだかどうだかよく分かんないですけどね。なんか途中で変わったんですよ。1990年代後半の会計基準の追加に、主に会計基準の国際的協調という観点に基づくものがある。いわゆる金融ビッグバンの一環として、会計ビッグバンと呼ばれる会計基準の大改正である。だからまあそれがあって、ほら社外取締役を入れろとかですよ。もうありますし、何でしたっけ？なんかいろいろあります。その自社株買いとか、自社株買いも一時やってましたよね。なんか何を具体的にやってたんだろう。その辺ちょっとよく知らないんですけども。金融ビッグバン、1996年から2001年度にかけて行われた大規模な金融制度改革を指す経済用語。だからこれがだからアメリカの経済学、イデオロギーとしての経済学が、だから金融ビッグバンって形で日本が強いられたわけですよ。この時期に銀行などの金融機関、これウィキペディアに書いてあるやつですけども、金融ビッグバンの方に、この時期に、だから1990、だから冷戦が終わってからですね。冷戦が終わってから、この時期に銀行などの金融機関の護送船団方式を崩壊させるような改革が進行し、それ以降2002年以降には銀行業、保険業、証券各代理企業解禁などの規制緩和を進行したことから、この時期を分けて2001年までを第一次、2002年以降を第二次と分けて指すことがある。ということです。で、
市場経済の成熟化とバブル経済の崩壊によって1990年代に入り空洞化しつつあるとされた日本国の金融市場をニューヨーク、ロンドンと並ぶ国際市場として地位を向上させ、日本経済を再生させる狙いがあったっていうんですけども、まあどうなんですかね どういうことで、だから日本、アメリカの理論経済、新古典派経済を、まあ、入れさせるために、無理やり改革させる圧力をかけてきたんですよ、おそらくね。それが金融ビッグバンって形で、やらざるを得なかったんですよ。で、今日に至るんですよ、多分。今まで五総船団方式って言って、行政官庁が許認可権を制限して業界全体をコントロールしてると、規制緩和なんかしないわけですよ。なぜかというと、だってそこで業界でやってる人たちの家族が食っていけなくなるんじゃないですか。だって規制緩和したら、いきなり民泊だ、白タクだってやられたったらね、その、まあ今需要があるからやってもいいって話になってるのかもしれないですけど、そうなるとタクシーのドライバーとか食えなくなるわけですね。あと旅館とかやってる人はね。で、それと同じことが90年代に起こったってことなんじゃないですかね。で、こじ開けられてったんですよ、日本の市場がね。で、市場万能主義だから市場をこじ開けてくるわけですよ、どん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 。で、時価会計とか金融ビッグバンだって言って、なんか市場をこじ開けて、市場経済無理やり導入させられたんですよ。で、そして現在に至るんじゃないですか なんか悲しい感じになっちゃってるんですよ。お金中心主義のマウンティングし合う世の中がなぜできたかっていうと、市場経済が90年代、冷戦終わってから日本にも、市場、自由主義市場経済という名のアメリカの、もうマルクス・レーニン主義と大して変わらないイデオロギーがガンガン注入されて、今まではね、マルクス・レーニン主義で対抗している部分があったんですけども、もうそれがもう、そのイデオロギーしかないんですから、もう白旗上げていくしかないわけですよ。で、どん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 規制緩和行われて、人物金が自由に動くようになったと。その頃、女子高生が自分の履いたパンツを売るようになったっていうことですよ。ブルセラとかになっていったわけですよ。で、そういうことを語らないんですよ、宮台真司さんという人は。多分今語ってんのかどうか知らないですけど。なんか、日本の保守派を叩くためにね、女子高生の割りなき日常が正しいんだとか言ってたわけですよね。でも、もう本当の問題は冷戦構造が終わったってことですよね。アメリカの経済学を批判すりゃいいのに、そういうことしなかったわけですよ。だからあの人も怪しいんじゃないですかって、ここで言っていいのかどうか分かんないですけど、あんな何でもない対立ですよ、そんな、西部進さんと宮台さんが喧嘩して、なんかね、なんか討論番組でなんか西部さん帰っちゃったみたいなね。あんな、私あれ学生時代見てましたもん。どうでもいいことだなって学生時代でも思ってましたけど、今見たってどうでもよくて、あとで西部さんがなんか楽屋で待ってて、君たちの時代だって言われますとか言って、なんか思い出話してましたけども、なんだそれって話ですよ。プロレスと同じじゃねえかって話ですよね。なこと起こったってしょうがないですけどね。白熊スタンプ、カラスさんありがとうございます。24時間キャッシュカードでお金を下ろせるようになったのは、確かにアメリカからの提言だったからような。だからなんか、どん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 市場 経済をやらせるためですよね、キャッシュカードとかね。まあ、24時間、まあ、今もね、その銀行の ATM だって、なんかだんだん24時間になってきてますし、あと手数料増えてくるわけですね、これからね。だって、なんで、今まで手数料なんかなかったんですよ、あんな。なんで自分で預けてるもんを下ろすのに手数料取られなきゃいけないんだって話ですよ。まあ、で、金利の代わりに手数料を取ってんですね、金利が取れないから。で、手数料収入で食ってんですよ、今の銀行が。戦後の GHQ の思想のは力がありましたね。かなりの日本語が壊された気がします。まあ、福田恒治さんが言ってますよね。私の国語教室でしたっけ。だから、旧字体を使わなくなったわけですよね。で、旧字体読めないんですよ、今。みんな。私、朗読者の 読書をやった時、来てくれた
地元でやった時に来てくれた人がやっぱ私は旧字が読めないからすごい、まあ、なんていうかコンプレックスを感じるっていうか、まあその時旧字体が読めないから感じる恐怖っていうのはもしかしたらディスレクシアの人が文字を読めない時の恐怖感なんと一緒なんだと思うと、なんか心締め付けられていいことをおっしゃってて、まあ、確かにそうだなと。旧字体って皆さんどのぐらい読めるか、まあ、見ないでしょうけども、あれ練習しなきゃ読めないですからね。あの岩波文庫の古本とか買うと旧字体で全部書いてありますよ。で知らない漢字が並んでるわけじゃないですか。じゃあれだってある程度この字は あの字だとかですよ、みんな分かってないと読めないんですよね。だから昔は旧字体で岩波文庫を出してたってことは読めたわけですよ。読める人が一定数いて旧字体で岩波文庫を出したわけですよ。私の手元に持ってるルイ・ボナパルトのブリューメル18日の岩波文庫版全部旧字体ですもんね。まあ、今あの新しくなってんでしょうけども、あれもそうです。第三身分とは何かも旧字体のやつ持ってますよ。古本で安いから買ったんですけど結局そっちで読むのめんどくせえから、まあ新訳でね、また出し直してるから新訳 で買い直してますけども、まあ結局そういうことになるってことですよ。だから読解力とリテラシーって大切ですよ。一生懸命やっぱそれが元ですよ。四則演算とリテラシー、文字が読めるっていうのは日本人としての、まあ日本人っていうか、まあ、日本人を日本人たらしめてるのは日本語ですからね、少なくともね。そこから始まると社会秩序なんかほとんど読解力とか四則演算の延長にあるわけですよ。でそこの部分を日本人がコントロールできなくなると、ガン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 外国のルール当てはめられて、さらにはそれがすげえんだって言って飛びついちゃうわけですよね。でまとめてなんかその海から落とされるみたいな、なんかマルコ福音書のレギオンじゃないですけど、なんか悪霊取り付きまくった男がいてね、悪霊イエスがね取り払ってやったら、その悪霊がみんな豚に取り付いて、豚がねなんかゲサラの豚ってことですね、ガダラの豚とか言いますけど崖から落ちて死んでったってね話と一緒 でイデオロギーってああいうもんですよ。頭にいっぱいもののけのように取り付いてるから、もうそんな人と話し合ったってもう疲れるじゃないですか。なんかもうなんかアベノミクスで日本は良くなってんだっていう人だって、まあ数字とか持ち上げて言いますよ、ね、良くなってんでしょうけども、ただ良くなったかどうか、まあ、自由主義ね、自由主義市場経済がただ進んだだけの話だって、まあそんなの別によくも何でもないと、ただイデオロギー的に言えばあれですよ、もう悪鬼の取り付いたレギオンみたいなもんですから、もう話し合ったらしょうがないってことですよ。なんか私の質問箱にいつもリフレ派でいいんですかとかね書いてきて、もうめんどくさいからブロックしちゃったんですけども、聞いてる方いればいいんですけど、一般庶民がリフレ派だとか言ったってしょうがないんですよ。そんなもんもうイデオロギーなんですから、それが意味がある意味がないの話なので、もうとっくに終わってんですよおそらくね。もうなんか取り次いで喋ってんですよ。ガダラの豚、中島ラモの本でありましたね、ありましたね、三巻本で、私読んでないですけど、大正時代の教科書を読んだことあるんですが、旧字体が使われていて自分の国の本なのにエキゾチックに感じました。だから私は読めますけど旧字体だって、学生時代から、あまあね、短歌やってたんで、短歌だと旧字体使ってる人がいるんですね。だからその旧字体で書いてある短歌を論文に使おうと思って引用して新字体に改めましたって言って書いたら、そういうことしちゃいけないんだって言って、すげえ先輩に怒られて、旧字体は旧字体のまま出せって言って言われますよ。それは確かだと。今なんかの論文でね、勝手にね文学作品とかね、まあ、和歌だとそうですよ、夏目漱石の作品だったらね、まあ、今新字体に全部改められてますけども、少なくとも和歌とかだと旧字体で、まあ、戦後の人は旧字体で書いてる、まあ、塚本邦夫って人はいますけど、私塚本邦夫が好きだったんで、歌人がいますけど、塚本邦夫ってみんな旧字体で書きますから、まあ、勝手に新字体にしちゃうとねダメだって怒られましたよ。怒られてそういうもんなんだって言って、ははって思いましたけど我々のことを我が人って書いてあって違和感がありました。はあ、そうなんですね。我が人って書いて我々って言うんですかね。それは私も知らなかったですけど。そういうことなんですね。
ということです。ちょ、ですんで、先ほど言ったようにですね、読み上げたんですけども、経済活動の目的は、消費者の短期的な利益を図ることであり、国家全体の富と力といった最も大切なものに奉仕することではないと考えたっていうのが、そのアメリカの冷戦後の資本主義経済のモデルなんですね。ということは、まあ、民族資本というかね、国鉄とか NTT とかゆうちょとか日本郵政とかですよ、ああいうもんがどん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 市場経済で切り売り、まあ、市場に放り込まれて売られるようになったわけですね。で、それは消費者の短期的な利益を図るために売られる、まあお題目としてはですよ、消費者の利益にするの最大化のためだとかいうわけですよ。それはあるいは国際的な会計、まあ市場を開放して、日本をヨーロッパとかアメリカ並みに、その成熟した経済にするっていうお題目があるにもかかわらず、それをやったらこの20年で日本がどうなったかっていうと、国力が、国家全体の富とか力が落ちてきたわけですよね。それはそこそこ冷戦体制の中ではそこら辺の地方の商店街だって活気があったわけですよ。少なくともね、戦後ですよ。戦後じゃないや、冷戦後に一気に商店街が潰れてっちゃったわけですね。なぜかというと、大店舗っていうか大規模店舗っていうのは今まではほら法律で規制してたわけですよね。イオンみたいのでかいバカでかいショッピングモールなんか、そんな冷戦体制の中では作ってなかったわけですよ。あれは市場自由主義市場経済の産物ですよね。あれを作れって言って、まあ、規制緩和せざるを得なかったんですね。で、規制緩和して建ててみればどうなるかっていうと、商店街がどんどんシャッター通りに変わっていくっていうのは、この2、30年の日本がやってたことですよ。で、そういうことによって結局何が起こったかっていうと、国家全体の自民党だって昔の自民党じゃないわけですね。今の自公政権の支持基盤というのは、なんかそんなに昔のその田中角栄さんとかがいた頃の自民党と明らかに違うわけですね。あの推してる人たちがっていうか、だからちゃんとその今シャッター通りになってる商店街の人たちとかが、それなりに 地元でまあなんか民主主義的なことやって話し合って、まあ中小企業の経営者もまあ、食えてた頃は、そこに政治参加があって、少なくとも地方っていうのもそれなりの、まあ、子育てにおいてもですよ、まあ、私の子供の頃とかもそうですよ。だから地域でちゃんとなんか物事に取り組むっていうのは、まあ、子育てとかですよ育成会とかあってですよ、育成会っていうか子供集めてどっか連れてったりしてたと、そういう基盤があったんですけども、それはあとは企業とかも地方に工場がちゃんとあって生活基盤がある中で中産階級が安定して存在して、それでデモクラシーをやってたわけですねまあ90年代半ばぐらいまではですか。それは今になってみればもう工場もみんな海外に行っちゃってると、で商店街はシャッター通りになってて、あと高齢化してるってことですね。でそんな状態でデモクラシーやってて、で自民党が強いのと昔みたいな状態で自民党が強いのは意味が違うってことですね、中身がねでそこで起こってるのは、まあ、国家全体の力は折ってますよね。で国家全体の富も、まあ、見かけは GDP は増えてるんですけども、何でしょう、まあ、アベノミクスって やったその政策の実態っていうのは、少なくともまあ日本のコアな支配者層っていうか、まあ株主とかね、資産とかも資産家層がまあ延命するようにやったわけですよね。資産バブルを意図的に起こすっていう形でね、っていうことだと思うんですよ。でそれをに支持があるから自公政権安倍政権で今5年も続いてるんだと思うんですね。でそれはいつまで続くんだかちょっと分かんないんですけども、と考えると、まあ国家全体の力はやっぱ衰退してますよ。でコアなその、まあ、支配者階級という言い方悪いですけども、
何て言うんでしょう、戦後の日本の屋台骨で支えてきた資産家たちが、まあ、今結構いっぱいいっぱいだっていうことなんじゃないですかね。そういう状態が見えるような気がしますけどね。コメントいただきました。昔から国語算数理科社会の学習順序はうまくできてますね。漢字には歴史が含まれてますからね。旧字体でないと成り立ちがわからないですよね。50過ぎの両親はずっと戦前の国語辞典を使っていました。看護のように旧字体を世の中から触れる機会が減るのかな。まあ減ってますよね。まあ減ってますよ。それはもう戻らないでしょうね。まあその代わり英語ができるようになるかというとそうでもないんですけども、まあでも一部の人は、いやだ、読書もずっと誰もが読むわけじゃないですよ。コアな読書人っていうのは、だから、まあ、前も言いましたけど5000人ぐらいしかいないって言うんですね。アメリカだと1万人だって言うんですよ。で、読書する人なんて、まあ、その程度いないんですよ。でその人が減ってっちゃうとまずいってことですよね、おそらくね。で続きです。こうしたアメリカの考え方は、フルシチョフ時代のソ連に存在した制度が社会主義の制度であるとするソ連の考え方とほとんど同じだった。アメリカもソ連も自分の国から切り離して他国に売り込めるようなイデオロギーのモデルを作り出さなかった。社会主義や資本主義の制度を、文化的にニュートラルな、あるいは少なくとももっと多様な方法で表現できなかったために、マルクス・レーニン主義はソ連に、自由市場資本主義がアメリカに、それぞれ限定される主張であると多くの人々から見なされたのも無理からぬことだった。アメリカもソ連も自国の国から切り離してイデオロギーのモデルを作ってないんですよ。自国の国と覇権とセットでマルクス・レーニン主義をやって、アメリカは自由主義資本主義、自由市場資本主義をやってると。アメリカが自由市場資本主義をやめたとしたらですよ、それはアメリカ世界でも終わっていくってことですよ。アメリカ抜きに自由市場資本主義がどっかでずっと続くってことはないっていう、その程度のイデオロギーでしかなかったってことですね。でトランプが出てきたっていうのは結構だから大きな意味があるってことですね。保護貿易やると、自由主義に対立することをやれ出してるんですが、まあ自由主義ってのは自由貿易ですよね。フリートレードですよね。でフリートレードをやめるって言い出したんですよ、アメリカ自身が。でアメリカ自身が冷戦体制の中でやってきた自由市場資本主義モデルを旗を下ろし出したってことですね。で下ろしたからって言って他の国だってそれ無理やりやらされてたのに一緒に下ろすわけにいかないわけですよね。でそういう混乱が今世界で走ってるってことですよね。ということです。宮沢さんは戦後の国語改革についてはどう思われますか。戦後の国語改革、まあ少なくともさっき言った旧字体を使わないとかいう問題ですよね。昔だって新聞だって旧字体で書いてますよね、昔の新聞。どうなんですかね。それで識字率が上がったからいいっていう問題なん、まあだから丸山雅夫がなぜ切られるのか問題と一緒ですね。戦前の旧制高校で育ってきたなんかね、一高とか出て、一高っていう高校があったわけじゃないですか、一番東大に行く人たちがいる。まあそういうところの出てきた知的エリートの雰囲気があるから嫌われたんでしょうね、進歩的文化人って人たちは。だけどもう完全にいなくなっちゃったわけじゃないですか、そういうなんか旧制高校で出願書だとか言ってた人たちがね北森夫さんのドクトルマンボ青春期みたいなね、デカンショーデカンショーって言ってストームかけるみたいな、なんか そういうところにいる人だけがまあ国家のなんか支配者階級だっていう、その階級性があったってことですね。国語改革ってのはそれを一応解体しようとしたんじゃないですかね。でも解体したけど、まあ、それを解体してしまうとなんか文化の革新みたいなものも解体されていっちゃったってことですよね。で文学がパッとしなくなっちゃったってことですね。ということですよ。それはあるんじゃないですか。
まあ今はそうは言ってもあれか、まあだから J-POP とか日本のアニメとか漫画が、まあそれはその大衆文化としてはレベルが高いのかもしれないですけども、なんて言うんですかね、文化的価値っていうことを考えるとね、決してなんか超えられない一線の下でやってる感じはしますけどね。その一線超えてんだって主張する人たちはいますけども、まあ、全般的には今までの、まあだから文学では夏目漱石とか森外がなぜ面白いのかっていうと、あの人たちがやっぱりエリートだからですよね。そういうことになっちゃうんじゃないですかね。小林秀雄も旧制一高出身。あ、そうなんですか。韓国を漢字を使うのをやめて苦労してるみたいですね。あ、そうなんですか。生前本人が出版を認めてなかった小林秀雄のベルグソン論感想だけは全集にしか入ってないので頑張って旧実態で読みました。読了してませんが。あ、そうなんですか。まあまあ、ベルグソンを読まなきゃいけないですよね、その前にね。だから大変ですよね。私も感想を読もうね、小林の感想ってあるのは知ってますけど、ちょっと読もうとは思わないですけど、まあでもあれは断念してね、本居宣長に行ったわけですよね。戦後に日本語が使われなくなって英語とか日本語でもローマ字になったりしてたらどうなったんでしょうね。文化が全く違ってたんでしょうね。まあ文化的にアメリカの植民地になるってことですね。完全にね、英語を公用語にするんだったらね。で、それに対して志賀直哉がフランス語を公用語にしろって言ったんですね。フランス語だったらいいじゃねえかって言うんですね。英語だったらね、完全に属国になっちゃうからね。フランス語にしろって言ったら言ってましたよね。で、みんなずっこけたってね。だけどよく考えるとすごいこと言ってますよね。アメリカに対抗してフランス語公用語にするみたいなね。どこで受け入れられるんだかわかんないですけど。アメリカが今までは掲げていた原理がフリートレード、ヒューマンライツ。フリートレード、ヒューマンライツ。まあ、グローバリズムの三大林ってやつですね。マーケットエコノミー、ヒューマンライツ、デモクラシーです。あともう一個デモクラシー。デモクラシーです。ということです。でも今もうデモクラシーを支える、デモクラシーって成り立つのは中産階級がある程度いないとデモクラシーが成り立たないってことですよね。井上ひさしの東京セブンローズにどうして国語を英語にしちゃうとダメなのかってことが語られてました。古典にアクセスできなくなる。そうですよ。まあ、今だってもうアクセスできてなくなってますよね。だって「源氏物語」、私だってこの年になってね、現代語訳で読み始めたぐらいなんで、これがだってもう古本屋に売ってないとかね、書店で「源氏物語」手に入んないってなればもう誰も読まなくなって、オワコンってそのこと、オワコンっていうか、まあ一部の人は読み続けるでしょうけども、ね、だって岡山読書会の結城さんみたいにあの世界が好きで大学でね、ずっと講義聞いてすげえ読み込んでる方とかいらっしゃるんですよ。ああいう女性が、私も大学時代一定数そういう人に会ったことあるんで、女性でその古典が好きだっていう人ですよ。いなくなっちゃいますよね。王朝和歌が好きだって人いるんですよ、一定数。私もまさかそんな人いるとは思わなかったんですけど、まあ、そういう人が学校の先生になったりしてるんですよ、意外とね。まあそういう人たちいなくなっちゃいますよね。じゃないですか。浅木夢道すら難しくて読まないっていう話になっちゃうじゃないですか。私の高校時代の先生、国語の先生だったんですけど、「源氏物語」が難しくて読めなくて浅木夢道で読んだって言ってましたよね。で、それを生徒に言う話なのかっていう問題がね ありますよね。えっていう感じですけどね。それはなんか、その程度だってことですよ。芥川賞を取った田中伸弥さんなんて原文で「源氏物語」を何度も読んだって言ってすごいなとしか思えなかったです。まあだからそういう執念があって文学やっておられる方なんですよ。だから石原慎太郎さんにもあんな噛みつくわけですよ。で、噛みついたら石原慎太郎さん 辞めちゃいましたよね。芥川選考委員ね。
あれはなかなかすごいなと思いましたけども ということです。だから、まあ、チャールズ・ジョンソンの本に戻ると、まあ、結局アメリカの自由市場資本主義ってのはアメリカってものがなきゃ成り立たないっていうイデオロギーだってことですね。で、続きです。第3の道を見出そうとして、戦後の日本は経済の奇跡によって経済理論ではなく近代資本主義の制度を再発見し、それによってアメリカのモデルから考えられるものとは全く異なった結果を導き出した。日本が西洋の工業に追いつこうとしてきたこと、東アジアの他のすべての地域が屈服したように西洋の食い物になって植民地化されるのは何としても避ける必要があったこと、そして独自に製造業と国際貿易を運営して多くの人口を支えようとしてきた挙句、第二次大戦で手ひどい敗北を被った歴史などを考えると、日本がアメリカのコピーになるはずはなかった。戦後日本の政策立案者とテクノクラート、また官僚ですよね、官僚はその代わり消費者よりも製造業者の利益に奉仕する資本主義経済を作り上げた。まあ、これがチャールズ・ジョンソンが書いた通産省と日本の奇跡の話ですね。だから行政、何ですか、インダストリアルポリシーってやつですね。産業政策をやるんだと。で、産業政策をやって行政が製造業を指導しつつ、五層先端方式ですよね、まさしくね。それで日本独自の資本主義経済を、まあ、冷戦体制の中で作り上げて高度経済成長したっていうのが、まあ、日本だってことですね。で、その代わり何が起こったかってことですね。消費者よりも製造業者の利益になるように国家が政策作ってきたんですね。そのトヨタなんか見りゃそんな感じしますよね。彼らはセーフティーネットのようなものはほとんど提供せず、日本の市民が自衛のために貯蓄せざるを得ないようにした。また個人の権利がどうなろうとお構いなしに労使協調を奨励したということです。だから日本の労働者っていうのはセーフティーネットのようなものはほとんど提供されなかったと。まあ終身雇用ぐらいですよ。まあ、あとは、まあ、労働法も一応ありますけども。なぜ日本の貯蓄率が高いかっていうと、日本の市民ってのは自衛のために貯蓄せざるを得ないと思ってたと。お上っていうのは製造業のことを守るのに一生懸命やってるけど、労働者をの権利を保護するなんていう考えが一切ないから、だからじいさんばあさん今も貯金を握りしめて、老後を迎えてるわけですよ。日本の貯蓄性向の高さっていうのは、セーフティーネットを作ってくれないって日本の労働者が思ってるから、一生懸命貯金してきたんですね。まあ、でも、あとは貯金を奨励したんですね。結局銀行に預けると、それを使って、あれですよ、製造業の投資に使ったりしてたわけですよね。貯金しろしろって言ってたわけですよね、結局ね。だからもうなんか総動員体制だったわけですよ、もう戦後ずっと日本っつうのは。そう考えると。だけど今そうじゃなくなってきたんですね。で、また個人の権利がどうなろうとお構いなしに労使協調奨励した。もう基本的に労使協調なわけですね。労働組合がガン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 、まだ田中角栄さんが言った通りですよ。労働組合が政権を取ろうとしてこないということですよ。本気で政権を取って自分たちで運営する気がないと。それは労働組合が経営者を追い出して自分たちで経営しようとする気がないということですよ。ただ、偽善だけ言って反対してるだけのメンタリティで、まあ、ずっとやってるわけですよね。で、まあ、その例えばですよ、今税務署にみんなデモしてるって言うじゃないですか、各地の佐川さんとか人を辞めさせろって言ってんです。なんだか知らないですけど、国会に呼べって言って、でやるのはわかるんですよ。でも1000人来たから結構大きいムーブメントなんだなってニュースで見ると思いますけども、いやいや、だったらもう年末ね、この前やった10月の選挙で、それだったら自民党負けてるんだろうって話じゃないですか。だってもう それが今デモするぐらいだったらね。だからデモに1000人しか呼べないってことは、選挙やると何でもないってことですよ。だけどデモに1000人来て、ね、確定申告をやろうとしてるみんなになんか訴えてますって言うんですけども、いや、じゃあ選挙で勝たなきゃダメでしょって話ですよ。で、選挙で勝つなんかをやってないわけですよね、結局ね。で、野党が結局選挙で勝てるような何かやらなくて、なんか路上に出る C コードだけ
なんか言い訳みたいにやってたって、なんか結局選挙やってみれば勝てないっていう、ずっとそうじゃないですかね。いくら反安倍だって言ってたって選挙で勝てなきゃ何でもないわけですよね。政治力がないのに反対だけ訴えてて、でそれでもやることに意味があるんだって、まあそれは言ってる人はそうだと思いますけども、もうなんだろうな、盛りかけ問題国会でやるのはいいんですけども、もう選挙で結果が出てるんで、これをいくらいじろうとも、実はもう国民の方が別に選挙で勝たしちゃってる以上はどうすんだって話ですね。で、国民の意思は別にあるんだっていうんだったら、もう選挙制度自体否定しなきゃいけなくなってくるっていうね、そんな局面まで行ってますよ。で、それはなぜ私が今言ったかっていうと、だから労使協調っていうのはあるわけですよ、日本だとね。経営陣と労働組合がそんな鋭く対立してないんですよ。裏で手握ってるから。で、今の国会だってそうなわけですよ。野党と自民党なんて国会なんか対立してるように見えて、なんかその税務署の前でデモやってるように見えて、いや実はでも選挙結果を蓋を開けてみれば自公政権が勝つんだったら裏で手握ってんじゃねえかって話になってくるわけですよ、どう考えたって。で、そうじゃないって言われたって、じゃあどうやって説明するんだって話じゃないですか、皆さんそう思いませんか？ ねえ、でなんかいつまでたってもなんか反安倍だって言ってる人たちは、反安倍だっていうことによって安倍政権に差を差してるっていうことになっちゃってますよ、結果的にね。で、どうなのかなって思いますけどね。その先生って自分は小林秀雄がわからないって言ってた人ですか？ そうですね。まあ、わからないのはしょうがないですね。まあ、それはしょうがないです。別に高校の先生がそんなことわかる人は、まあ、私はないと思いますけど。まあ、でも私の行ってた高校はやっぱほら活動家の先生とか結構いたんで、ね、高教祖だか日教祖だかの、まあね、冷戦だったけど、冷戦でソ連は負けたけど、マルクス・レーニン主義自体が負けたんじゃないって言って世界史の先生が熱く語ってましたけどね。まあそれはでも今思ってみればまあそうだなと思いますけどね。まあでも政治的には負けてると思いますけどね。負けてるっていうか、なんか、だから冷戦体制の中にいただけじゃねえかって話になってきちゃいますよね。その日教祖だったら、高教祖だったらね。もうこんなこと言っていいのか分かんないけど、もうどうせ、なんか、そのみんな茶番だって分かってきてるから、何でも言った方がいいと思いますけどね。志賀直哉のジョークと思ってます。我が輩は猫は喜劇の中に鋭く人間を観察していますね。言い換えれば、最近は1対1の対応が幅を利かせ、世の中単純で刺激がなくなりますね。まあそうですね。まあ何でもすぐ市場経済に結びつく形でやりますよね。だからクールジャパンって言ってるのは、ただ日本の文化を市場経済にどうやって効率的に換金していくかっていうことを内閣府が上げてやってるわけですよね。それやめてくれって思いますよね。って思いません、そんな。別に観光客に金を落としてもらうために、なんか茶道とか教えましょうとか言うんですよ。やめてくれって言うんだよ。ただで教えてやりゃいいじゃねえかって言ってね。なんでもう、金稼ぐとこに結びつけて、なんか国挙げてね、日本の文化切り売りしなきゃいけねえんだって思いません。ね。本当に興味があればみんな向こうから来ますよ。旧字体を覚えて読めるようにしてくる外国人が来ますよ。魅力があるんだったら。魅力を伸ばすようにしなきゃいけないんだってね。なんか分かりやすいものにして、なんか外国人はね、お寿司、普通の寿司よりなんかカリフォルニア巻きの方が好きだから、なんか日本に来た外国人はそういうの出しましょうって言ってるようなもんじゃないですか。それおかしくないですかって。 なんで市場経済中心にやっていくんだよって話です。みんな拍手ありがとうございます。もうなんか駅前で街頭演説してるみたいですね。 あんまり、まあ、あ、そっか。あ、でもなかなかたくさん人が来てるんでありがたいですけども。クールジャパンって文化の安売りだよな。そうですよ。安売りですよ。なんか、安売りしない形でクールジャパンやってほしいですよね。本当に。だってアニメとか漫画作ってる人だって頭にくると思います。安売りされりゃね。と思いません。ね。なんか、それはいいと思うんですよ。そのなんか、君の名はのロケ地に行きましょうとかね。いいと思うんですよ。でもそんな国で売らなくたって、で結局国で何やるかっていうと、なんかインフルエンサーが必要ですとか書いてあるんです、あの資料見たら。ツイッターで流しましたけども。
インフルエンサーが必要で個人の SNS から拡散して外国人が来ますとか言って、どんどん発信しましょうって、そういうインフルエンサーを育てましょうとか言うんですよ。 でも恐ろしいですよね。インフルエンサーっていうとなんかいい感じに聞こえますがね、オルガナイザーを育成しましょうって言ったらね、なんか日本の庶民をなんかね、イデオロギーを注入するためにね、細胞組織にオルガナイザーを送り込みましょうみたいなことね、なんか戦前の左翼みたいなこと言ってんですよ、インフルエンサーって。インフルエンサーって言葉怖いと思いません？インフルエンサーを作りましょうって我々の中からとか言ってね、なんか新左翼みたいですよね。なんか大衆を組織化するためにオルグしようみたいなね。 おかしいですよ、言ってることは。内閣府が新左翼みたいな考え方ですよ。インフルエンサーを育てるとかやめろっていう話ですよ。民間のことは民間にやらしとけって話ですよ。そんなもん、そこの分税金削って子供の教育に当てろっていう話ですよ。そんなもん、外国人なんか魅力があればどこだって自分で探してくるっつう話ですよ。なんで売りに行かなきゃいけない、外まで出て来るようにしろっつう話ですよ。ということですね。 あ、そうだそうだ、ありがとうございます。皆さん、自発的に生まれてきた文化を後から国がやってきて、いらない口出ししてクールジャパンなんてやってもうまくいく気がしません。そうです。だから彼らがなんか仕事やってますってアリバイ作りのためにやってる だけですよね、はっきり言えばね。だからなんか既得権益に一枚噛んできてね、なんか結局金融庁と一緒ですよ。クールジャパンって言って個々に売り込んで儲かられると思うから、お上が統制してやるっていうことですよ、きっちり。お前らのやってることは一個一個助成金つけてね、監視してやるからって言ってるもんですよ。いや、嫌な感じですよ、統制ですよ、単なるね。 科学技術政策にも通じる話だと思います。国が介入してあれこれいじくってもバランスを崩すだけだし。なんででも国が口を出したがるかっていうと、やっぱ戦後社会はテクノクラートたちが作ってきたからですよ、官僚が。だからお上が庶民を指導してやんないといけないと思ってんですよ、ずっと。だから民間で自由にやらしとくと腹立つんですよ。でそこで利益が上がると腹立つんですよ。仮想通貨で億り人になるやつが腹立つから、まあ、とにかく行政がどんどん 金融庁がね、取引所に入ってくるわけです。そんなとこでね、まあ博打みたいなもんなんですからほっときゃいいんですけど、いちいち統制するんですよ。で、そうです、昔からそうなんじゃないですかね。 原口議員の爆弾発言は予定調和を逸脱した内容、かっこ戦争は軍さんが企画しているは驚きでした。あ、そんな発言してたんですか、原口さん。原口さんってまだお元気なんですか。原口さんってなんかよくテレビタックルに出てた人ですよね。まあどうなんですかね。まあ戦争は、まあ、国会議員が言う話じゃないと思いますけどね。まあ野党、だから野党議員がそういうなんか陰謀論みたいなこと言っちゃうと、お前もその中の一部じゃねえかって、そんな議員辞めてから言えって話ですよね。そんなこと言うならお前が北朝鮮に行って交渉してこいって話ですよ。何でもいいから 窓口作ってね 戦争にならないように行ってきてくれって話ですよ。仕事をした気になりたいんでしょうね。時間と金の無駄としか思えません。まあだから一応なんかほらね、テクノクラートの人たちも一応自分がやっぱり一枚噛んでましたっていうところで、その後の出世も決まってくるんじゃないですかね。そういうことですね。で、続きを読んでいきます。さらに安価な労働力とか中国のような巨大市場が近いことなど、もともと与えられていた相対的な利点に頼るのではなく、できるだけ人力を投入することによって維持される産業を作り出した。その目標は日本を富ませることであり、それは必ずしも日本人自身を意味しているわけではなかった。彼らは全ての経済的な取引を戦略の一環としてみなしていた。その経済は戦争のために組織されたものだったが、その後は表向き他の国と平和的に競争することに努力が払われた。まあ日本のテクノクラウドですね。だから通産省、経済産業省がクールジャパンってなぜやるかって問題ですね。それは
日本を富ませるためですよ。日本の国力を上げるためにやってるんであって、日本人自身を富ませるためにやってんじゃないんですよ。だからクールジャパンって言ってるんですよ。クールジャパンって言って税収が増えるようにやってるだけの話であって、別に日本の文化を売って日本人が豊か、ね、一部の人が豊かになって、ひいひい言いながら、ね、セルが描いてるアニメーターの労働環境が改善されるためにクールジャパンって言ってるわけじゃないんですよ。国、国威発揚のためのクールジャパンなんですよ。 っていうことですよ、もう。だって、君の名はっていう映画がそうです。国威発揚映画ですよね、あれね。私説明しましたけど。 君が弱ですよ、あれね。本当のタイトルは。で、そういうことですよ。で、安価な労働力と中国のような巨大な市場が近いことだったら、まあ、クールジャパンって言ってね、脚本は日本で書いて、海外で発注して作りゃいいわけですよね、別にアニメとかだってね。で、いいって、それがいいのかどうか分かんないですけども、植民地主義的ですけども、なんかと、できるだけ人力を投入すると、そんなアニメが、声優が好きですって言って、声優になりたいですってこき使ったりしてですよ、アニメがやりたいですって言って、もうなんか、年収180万みたいな生活させてですよ。その一方で内閣府の官僚がクールジャパンだって言ってるんですよ。で、経済的な取引として文化を見てるんですよ。で、そういう体制でやってるんですよ。それは戦前からそうだったと。戦前のね、商工省っていう岸信介さんがいたところからそうだったの。お上が日本を富ませるために、まあ、国民はともかく個人の権利がどうなろうとお構いなし、日本お国のためにですよ。官民挙げて、なんか、上から行政指導しながら、ね、日本を豊かにしていく富国強兵路線が、今もやってんですよ、これ。ね。びっくりですよ。ラジストさん、ハロー。ハローです。で、日本政府はアメリカに乗っ取られてるから関係ないでしょうね。大体、日本人を滅ぼしたいと思ってるのはアメリカですから、日本国民は蚊帳の外ですな。 まあ、そこまで言われちゃうと、もう、あとはもう、シーンとしちゃうんですけどね。まあ、滅ぼしたいとは思ってないですよ。ただ搾取したいだけじゃないですかね。搾取したいというか、自分たちの経済学を押し付けてね、市場開放させて同じことやらせたいってことですよね。やらせる中で、株主利益が最大化されりゃ、株主は別にどこの企業、どこの国の人でもいいんですから。まあ、グローバリズムって、そういうことですよね。続きです。1950年代以降、アメリカ全世界を冷戦という枠組みから見てきた。したがって日本は潜在的な経済競争の相手である以上に、反共の同盟国として重要な存在だった。アメリカ軍を日本の基地に留めておくために、アメリカは自国の市場を開放し、政府はアメリカの私企業に強い圧力をかけて、日本に渡した技術について所有権を放棄させたってことですね。まあ、反共にするために、アメリカ、日本の製品たくさん買ってくれたと。さらには、アメリカの特許を、所有権を放棄させて日本の企業に渡したと。そのおかげで日本の製造業が成長したんですね。で、日本のテクノクラウドは、日本のテクノクラウド、経済産業省、通産省は、製造業者の利益を最大化する資本主義経済を作り上げたと。ということですよ。だから、日本の防衛と日本の貿易っていうのは、もうリンクしちゃってるんですね。リンクしてるのが見えないんですけども、経済的に、貿易面で、融通を図ってもらうために反共をやりますっていうことになってたってことですよ。その枠組みが今もう壊れてるんですね。コメントいただきました。 iPS も国が信じられなくなるぐらい金を投じるようになりましたが、実はでかい研究体制になってから成果が落ちています。そして他の分野に金が回らなくなり、何もかも悪い方向に影響しました。なんか、実際、ただ傍から見ててもそんな感じですよね。なんか山中教授が謝らなきゃいけないっていうのは、結局そういうことですよね。 まあ、何なんですかね。 やることなすことうまくいかないってことですね。
うまくいかないっていうのは、だから冷戦体制の中、枠組みでまだ生きてるからうまくいかないんですよ、ずっと。もうだから一番ですよ、自由主義市場経済ってものを我々の意識の中でなるべくやめていくって方向に舵取りを取らなきゃいけない時期なんですよ。もうこのままこれ以上続けて、働き方改革だとか裁量労働制だとか言ってね、24時間働けますかですよ。私、裁量労働制で最初の会社働いてましたよ。残業代なんか一回も出たことないし、会社に泊まってましたよ。だから裁量労働制ってそういうことですよ。ただ、あれですよ、3ヶ月に1回ごと査定があるから、急にね、5万円ぐらい給料上がるわけですよ。で、働いたやつが働いた分だけもらえるのは一応裁量労働制ってことなんですね。成果主義ですよね、一応はね。でも働けない人はまあ辞めていくってことですね。ですごい入れ替わり激しいんですよ。だから裁量労働制、リクルートとか電通なんか裁量労働制でやってるんですか。だから日本中をリクルートとか、電通みたいにサークルノリでワーワーやってね、夜中まで働けるようなね、なんかああいう パリピウェイな、もう働いてんだか、なんかただハイになってお祭りしてんだか分かんないような人たちにしたいってことですよね。じゃないですかね。そんな国嫌ですけどね。民泊を制御にする方は前頭9弓ぐらい読んでほしいです。ヘリゲル・オイエンでしたっけ。古代ローマと違い、奴隷にならずによかったかも。まあ、奴隷っていうのは自分の体の所有権がないってことですからね。で、奴隷になってますよ、実際。風俗で働かざるを得ない女性なんか、奴隷状態としてですね。まあね、そういうことになりますよ、そりゃ。戦前の日本の特許もタダでアメリカに持ち去られてるし、スタップ細胞の発見も詐欺扱いして、結局特許はアメリカの大学に盗まれてるから、もう世界はめちゃめちゃですよ。そうなんですか。まあでも、それはあれですよ、大村聡さんだってのはメルクって会社にね、自分の特許じゃねえや、特許の件でやっぱりほら、利益配分なんかおかしな契約書作られて、だから自分で法律学んで、ね、おかしいじゃねえかって言って、散々交渉したっていうことですよね。だからやっぱその法律的なことは分かって、交渉せざるを得ないってことですよね。だから日本のお上って、日本人がそうやって法律的なことやって国際社会でやれる力がないと思ってるから、じゃあどれは私たちが iPS 細胞はね、ちゃんと管理監督して、国際社会にね、ちゃんと弁護士もつけてあげて、輸出してあげようじゃないかっていう、そういうお世話を焼いてくれんじゃないですか。で、そうやってお世話を焼いて人が、まあ出世していくから やってんじゃないですかね。 まあお世話しながら自分の手柄にしていくってことですね。で、続き読んでいきます。日本の通産官僚はこうした関係を利用したために通商摩擦は不可避となった。アイゼンハワー時代のアメリカに流入した安物の衣類からケネディおよびニクソン政権当時の繊維紛争に至るまで、日本との同盟のコストについての苦情はワシントン政界のいつも変わらぬ特徴になったのである。だからアメリカだけ市場開放したから、安い日本製品がいっぱい入ってきて、それはワシントンに苦情が行くわけですね。アメリカの繊維業者とかですね、もう輸入しないでくれって言って。で、田中角栄さんの時にね、その繊維摩擦だから結局繊維会社に一律1人頭何億円だか配ってね、なんか保証したんですよね。で、なんか助成金付けになっていっちゃった。貿易摩擦を助成金で保証するっていう日本の文化ができちゃったんですね、これね。そこからまたロビーストに転向した元の政府当局者によって金になる新しい仕事の場が生まれた。日本人はそれらのロビーストを次々と雇って紛争を調停させたり、日米の食い違いを事させたりした。ワシントンが同郷の政府の実際の動きがどういうものかについて多かれ少なかれ無知だったのに対し、東京の政府にとってアメリカの経済を調整するワシントンの役割は死活に関わる関心事であった。関心事であった。日本の政府当局者はまた自分たちにできることを何でもやって、アメリカ政府が考え出して国防省を喜ばせている貿易と防衛の人為的な分離をさらに持続させようとしている。まあ今もね、アメリカ製の武器をね、買うように
日本の側から買ってんでしょうかね。どうなってんの。今まではなんか佐藤勝さんも言ってましたけど、なんかそのね、その特許だけ借りて日本のね、三菱重工とか川崎重工で武器作るって形でやってたんですけど、今はもう製品ごとカンパケで買ってくるってことですよね。で、カンパケで買ってくると日本で作んなくなっちゃうから、日本の防衛装備作る技術が廃れていくわけですよね。でももうカンパケで買えと。その代わり貿易赤字はまあしょうがない、目つぶってやるから、なんかオスプレイとか買わされちゃうわけですよね、おそらくね。なんか戦闘機とかね。で、そういうことはもうずっとやってきたわけですね。で、その東京とワシントンにそのロビストたちもいてですよ。 そういうのをなんかコンサルタントなってる人もいて、貿易摩擦も摩擦してながら、どっかで相対取引、まあなんか相対取引じゃないや、なんか一応バランスが取れた形になってるわけですね。で、貿易と防衛がでバランス取ってるってことですね。なんだ、いいねで売られる防衛装備品買ってですよ。その代わりなんか貿易赤字は、車は今まで通り関税かけないでトヨタの車ガンガン買ってくれって言って、まあそういうふうになってるってことですよね、おそらくね。半導体産業も貿易摩擦で潰されている。まあそうですよね。だから東芝の何でしたっけ、その原発会社ウェスティングハウスとかね、買わされたのだってそういうことですよね。貿易赤字を 私企業が押し付けられて買わされたってことですよ。そしたら潰れちゃったってことですよね。そしたら東芝も潰れそうになってね、なんかジェネラルエレクトロニックも潰れそうになってみたいな感じですよね。共倒れですよ、今もう。次々にドミノ現象で共倒れしてるんじゃないですかね。だから共倒れするから何やってもうまくいかないんですよ。一昔前だったら iPS 細胞だって言ってやったってうまくいったのかもしれないですけど、もうどっちの底も抜けてきてるから何やってもうまくいかない悪循環ですよね。続きです。この貿易と防衛の人為的な分離は半世紀にわたるアメリカの日本支配の奇妙な特徴となっている。貿易問題と防衛問題が分離されてんですね。だけどその部分が見えないわけですよね。安全保障の問題と日米の貿易の問題っていうのは、なんかでバランスを取ってるんですよ、経済と政治の問題が。で、それがアメリカの日本支配の奇妙な特徴になってると。アメとムチになってるんですよ。日米安全保障条約を擁護する政府関係者と、彼らを支持する学生たちは、日本風の婉曲な言い回しによる、いわゆる貿易摩擦と、日本および韓国に10万のアメリカ軍を駐留させる基地を設けることとの間の通り抜け不能の防壁を作ることを良しとしているということですね。だから貿易摩擦と安全保障ってもう何言ってんだか分かんないんですけども、こういうこの用語にある、まあ、2つは一緒だってことですね。10万のアメリカ軍が駐留するけど、貿易摩擦は不問に付すってことをずっとやってんですね、これね。日米関係のこの2つの側面をまるで別個の問題であるかのように扱わなければならない理由はない。実際そうしなければ両国の関係の本当の性質がはるかに理解しやすくなるのだ。だから安全保障問題と貿易摩擦問題っていうので、 TPP の問題ってのは日本の安全保障の問題と一緒だったんですね、おそらくね。だけどアメリカ外れちゃったから、まあ、だって2国間が一番貿易取引圧倒的に多いんですから、でもまあ TPP にアメリカが参加しなくなったわけですよね。だから、まあ、別の形で安全保障でやってくれっていうことになったと。TPP なんて枠組み作らなくても、もう 安全保障の別の形で、なんかやるってことになったんじゃないですかね。どうなってんですかね。だからそういうふうに2つ見ていかなきゃいけないってことですね。東芝は三菱重工とまだまだ世界で戦えると言われてた充電産業界が急にガタガタっときましたね。三菱電機、日立あたりが崩れると、日本は本当に自動車一本足国家になってしまいそうです。なんか三菱重工が三菱自動車の株価なんか売ってませんでしたっけ、この前ね。まあ日立はまだなんか、まあ東芝はやばいですけどね。日立は、まあ日立って戦前からあるんですね。何ですよ、久原房之助だから、なんか財閥ですよね、元ね。財閥系とその後からできたやつと、まあ、全部分かれてんですね。で、全部紐付きなんですよ。歴史的な経緯があるんじゃないですかね、あれね。日本の歴史、中古文庫の日本の歴史によく詳しく書いてあります。まあ、キリンビールとアサヒビールもそうですけど、まあ、なんかその世界的な、まあ、それ
たどればロックフェラーとロスチャイルドだって話になっちゃいますけど、まあそうなんなくても日本の財閥は財閥で、あるんですよ。ただ財閥、またその財閥で一体化してテコ入れして、まあ三菱だったら三菱でまた財閥化していくっていう流れはしないようになってんですよ。ここね、私なかなか深い問題だと思うんですけども、なんか富士ゼロックスがどっか買収しましたよね。海外の企業を買収するようになってるんですね。日本で日本の企業を買収するとやっぱりほら独占資本になっちゃうんですよ。で、独占資本になるとね、独占資本がその政治に結びつくと、あっという間にあれですよ、ファシズムになっちゃうんですよね。あ、富士フィルムがゼロックスを買収したのか。ということか。まあだから外国の企業を買収するのは、まあ、国際間で買収しないと、日本みたいな小売業ならいいですよ。あのコンビニが AMPM とかなくなっていくのはね、サークル系とか、それはいいのかもしれないですけども、だ重工業ですよ。充電業界が、東芝と日立が一緒になるわけにいかないんですね。そういうのになっていくともう、ファシズムになっていくわけですよ。ドイツがなんでファシズムになったかというと、そういう形でなんか経済が弱ってね、独占資本になっちゃうとこなんですね。それもなんか世界の中高文庫、世界の、あ、日本の歴史に書いてありますよね。独占資本が政治と結びつくと、それをファシズムっていうんですね。定義あるんですね、ファシズムのね。輸出での対外純資産は換金されず、日本が焼却してドル防衛、黒字のほとんども米国債化してます、実際は単なる植民地状態。まあアメリカもそうなんですよね。アメリカ、アメリカじゃない、中国もね、米国債日本と一緒にたくさん買ってますからね。ただ中国は金地金を一生懸命買い込んでるんですね、今ね、上海からね。だからなんかこう徐々にアメリカから離脱していく形のね、政策も AIIB じゃねえや、なんかその一帯一路とかそうですよね。アメリカの経済圏じゃないところに、なんかこう出ていこうとしてますよね。日本の場合は共倒れなんですよ、どう考えたって。だから何にもいいことないですよね。まあ心の面だけでね、心の面だけでも市場経済、市場主義じゃない、自由主義、市場経済やめていかなきゃいけないですよね。気持ちの部分だけでも。やめてんのか。おじいさんおばあさんなんて貯金してるってそういうことですよね。アメリカのことも日本のお上のことも信用してないから、個人資産1200兆も溜め込んでるんですよ。金融資産。で、次です。1980年代までには巨大な軍事機構をこのように細分化したことと、日本に対する貿易赤字が増大しつつあることが非常に高くついている事実に関して様々な証拠があるにもかかわらず、アメリカはそれを公的には無視していた。1968年以降、日本政府がターゲットとしたアメリカの産業の空洞化が進むにつれて、貿易赤字が増えていくことはますます明らかになっていった。アメリカの当局者はやがて日本の担当者とこうした問題について協議し、もっともらしい解決策を提示する一時しのぎの協定を結んだが、これはアメリカのビジネスと社会をさらに苦しめるものでしかなかった。1971年にニクソン大統領が人為的に過小評価してきた日本の通貨との交換比率を強引に撤廃したことを除いて、他にこれといった手は全く打たれなかったのである。だから日本に市場開放してると、アメリカは自国の産業が空洞化してきちゃったんですね。だから自動車産業はそうですね。日本車どんどん輸出されると、もともとあった GM とかフォードとかね、調子悪くなっていっちゃったんですね。で、貿易赤字はますます増えていったけども、まあそれと、その代わりに軍事基地を提供してたわけですね、日本がね。駐留米軍に。で、そういう形で冷戦構造で反共って形でタッグ組んで仲良くやってたと。で、貿易赤字が増えていくことに関して何もアメリカ当局者できなかったと。で、唯一ニクソンショックってやつですね。だからドルと円の交換比率が変わったんですよね、一時ね。これはニクソンショックっていうのは、今まで1オンス35ドルの
金本位制みたいなことやってたのを急にやめたわけですね。やめて、まあ、円高になったってことですね。まあ、それぐらいしかやってなかったってことですね。ということです。米国債は一度も返ってこない、泥棒されてるのと同じ。まあ、これもよく言われてますよね。三菱は天皇家と関係が深いので、いろいろ優遇されてるみたいですよ。これもひそやかに言われてますけどね。日立はもう外資に乗っ取られてて、日立の会長は中国の言われる通りに仕事をしていればいいんだと民間放送で堂々と言っていましたね。あ、そうなんですか。そういえば UFJ がやばいらしいですね。低金利政策で国内の、UFJ よりみずほ銀行の方がやばいんじゃないですかね。みずほ銀行がいつかね、どっか三菱と一緒なんじゃないですか。もともと一緒なんですよね、みずほ銀行って。帝国銀行ってのあったんですよね。財閥解体で分かれたんじゃなかったですっけ、三井住友と。いつか一緒なんですかね。第一勧銀と三井銀行。第一銀行、違うわ。なんだこれ。帝国銀行。第一銀行と分かれた。ああ、だから三井とみずほっていうのは一緒なんですよ、もともとはね。だから合併するとね、三井住友とみずほが戻るんじゃないですかね。第一勧業銀行と、三井っていうのはもともと一緒だったんですね。それが財閥解体で分かれたんですね。解散したんですね、帝国銀行っていうのはね。元は一緒だったってことですよ。元が一緒だったのは今なんかバラバラ分かれてたんですけど、まだまとまりつつあるんですよね。だから 一回分裂したなんかアメーバがね、まだ生き残りをかけて、なんかあれみたいですよ。高橋さんが研究してるあれみたいですよね。何でしたっけ、粘菌みたいなもんでね、 生殖する時にわらわら戻ってくるみたいなね。一回集まってもう一回なんか 胞子だか飛ばしていくみたいなね、感じですよね。環境が厳しくなるとみんな 元に集まっていくんですよ。みんな集まってくるとファシズムになっちゃうんですよ、多分ね。ということですよ。ということです。で、もう長くなったんで今日は すいません、この辺で終わりにしますけども。三菱銀行は日産の傘下になったからもう知らないってことですね。三菱グループってネームバリューありますけど、結構ボロボロですよね。なんかほら、三菱重工もね、豪華客船作ったことないのに作ってね、大赤字出したんですよね。なんか結局作り慣れないもの、造船技術で豪華客船作ったらね、全然世界的な豪華客船の仕様と違ってね、なんか部屋にグランドピアノが入んないみたいな、そんな くだらないことじゃないんですよけど、なんかすげえ顧客からクレーム来ちゃってね、納期が遅れて赤字出してましたね。日本を引っ張る財閥って今で言うとトヨタグループの方がしっくりきます。トヨタも元三井家らしいです。まずね、トヨタ自動車も何回か潰れそうになってるんですよね。なんかもうなんか トヨタ一族がやってる、なんかよくわかんない、もう 国営企業みたいなもんですね、あるしね。なんか なんだかよくわかんない会社ですよね。まあ、ね、そのおかげでここまで豊かになったんでね、なんだかよくわかんない会社だなんて言っちゃいけないんでしょうけども。ということですね。まあでも今我々ね、結構その冷戦体制が壊れて20年経って、そのまだ冷戦体制にしがみついてるってことですよ。しがみついて先細りしつつあると。で、まだ自由主義、市場経済を続けようとしてるわけですよね。力強くこの道をって感じでね。それがその子供たちがマウンティングしちゃうとかね、まあ、なんか、奨学金払うために、風俗で働かなきゃいけない女子大生とかね。そういうところに出てきちゃってますよね。そういう無茶苦茶な状況が、まあ、これからも
で、そういうのがずっと続いてるから、なんかもうみんなやる気なくなっちゃうっていうかね、疲弊して消耗してるっていう状況ですよ。で、この状況がいつ終わるのかね、日本独自で終わるわけじゃないですよ。アメリカの方からなんか変わってもらわないと変わりようがないってことですね。一応トランプが出てきてね、保護貿易でアメリカンファーストでやっていくって言い出したから、あとは日本は日本で出目で食っててくれって言って、なってくって話ですね。徐々に向こうが畳の目一つ一つ 日本を見捨てる日が 来てんじゃないですか。まあ食い尽くすっていうのは、あと残りね、絞れるもんだけ絞って、じゃあね、少しずつ撤退していくってことじゃないですか。もう戦後70年付き添ったね、旦那と愛人だったんですけども、もうようやくこう別れることになって、旦那の方はなんか調子悪くなったら、最後愛人にあげたもんみんなね、なんか勝手に持って質に入れちゃったみたいなね、メルカリで売っちゃったみたいな感じですよね。で、まあなんか、まあでも日本はね、日本人で なんかへそくりしてんでしょうね。へそくりしてどっかに隠してるお金で、なんかその、旦那がいなくなっちゃえばね、新たに何ですか、もう お汁粉屋でもやるんじゃないですかね そういう感じで一人で暮らしていけって話ですね。まあ あとはまあ中国との関係ですよね。中国とかロシアとかね、まあそのとことの関係が、まあアメリカの首輝きから抜ければ独自に、まあなんかやっていかなきゃいけないってことですね。関係築いていくってことになっていくってことですよね。で、なんか日本独自のね、外交的立ち位置を作んないと、また別の属国になっちゃいますからね。アメリカがいなくなったら中国の属国になったとかいや、シャレになんないから。だから読書ですよ。我々は自分たちの心を、自分たちは日本人だと思ってね、自主独立で日本語を大切にして 次の時間を、時代をつつましくね、生き残っていくように頑張りましょうよ。なんでこんないちいちまとめなきゃいけないんだって話ですけどね。別に希望のない放送でいいんですけどね。どうせ奴隷にしかなれないって話でもいいんですけども。中国人は日本に留学するときも学費も生活費も免除されるんですよね。日本。公明党のおかげで。まあ、スリーパーセル問題ありますけど、まあでもどこの国もやってますよ。日本だってやってんだと思いますけどね。逆にね、中国に留学してるケースもあるでしょうし、それはお互い様で、まあ技術を盗むとかね、そういうのはどこの国もね、やってんだと思いますよ。お互い様じゃないですかね。まあでも公明党っていうかね、創価学会だけインターナショナルな宗教組織ですからね。まあ言ってみればなんかローマンキャソリックと同じですからね。まあプロテス、日本の仏教界のプロテスタント運動みたいなもんですからね。まあそれはまた別でしょうけどね。ということです。ロシアはプーチンの大統領選挙が終わるまで何もしないでしょうね。まあ3期やるんでしょうね。安倍さんもやるんですかね、オリンピックまで。それがすごい関心がありますけどね。あと、総裁選まで9月、半年ぐらいですよね。持つんですかね。持つのか、やっぱりなんか持たないかもしれないってちょっと思ったんですけど、この前株価が下がった時、ずるずる終わっていくのかなと思ったんですけど、やっぱしぶっといかもしれないですかね。オリンピックまで安倍さんでやろうっていうのは日本の 日本国民も、のあれなんですかね。まあ、総意なんですかね。わかんないですけどね。なんかあんまり、まあもうね、この前株価がガーって下がった時は、なんか終わっていくのかと思ったけど、やっぱりそうでもなかったですね。総裁任期も伸びましたしね。もうずっとやればいいんじゃないですかね。全部変えてね。お手盛りで。と思いますけども。まあ、ありがとうございました。ちょっと全部紹介できなかったんで、また続きはね、やりたいと思います。なんかやっぱ政治の話するとたくさん、まあ、ご視聴いただけるんで、また週に1回ぐらいやります。毎日はできないですからね。じゃあ皆さん今日もありがとうございました。初めての方もありがとうございました。じゃあおやすみなさい。失礼します。